テレ東ビズをご覧の皆様こんにちは。ディレクターの橋本です。先週に引き続きライブ配信でお伝えします。私は今東京ビッグサイトにいまして、こちらですね、半導体の技術展、セミコンジャパンが開催されています。セミコンジャパンはですね、673社そして団体が出展しているということで、これ去年に比べて 1.5 倍ぐらいに増えていると、去年コロナっていうのもあったんですけれども、ただ勢いを感じる数になっているということですね。そしてですね、今回あちら見てください、APCS というのも、同時に開催されていまして、アドバンストパッケージング&チップレットサミットというやつなんですけど、これ後工程というものに特化した、サミットになっているんですけども、その中のこのチップレットというのが今これ半導体業界で非常に注目を浴びているもので、そしてですね、これ日本企業がかなり活躍できる分野なんじゃないかとも言われているということは、これ後ほどこちらについてもですね、詳しくお伝えしていきたいなというふうに思っています。はい、でできるだけ多くのブースを、回っていきたいなと思っております。そしてですね、チャット欄で質問を募集しております。はい、どしどしですね、いろんなこうブースで担当者にインタビューしていくんですけれども、その時に聞いてほしい質問等あればチャット欄にお寄せください。そして先週ですね、別の高機能素材ウィークという、技術展でライブ配信したんですが、その時の一番の反省点としてですね、質問募集したにもかかわらずあんまりそれを反映できなかったというところがありますので、今回はバンバンですね、質問、皆さんから寄せられた質問をですね、担当者にぶつけていきたいなと思ってますので、ぜひともチャット欄まで何か気になることあれば、書き込んでいただけたらというふうに思います。では早速たくさんのブースありますので、いろいろと回っていこうと思いますが、まずはですね、多分これをご覧になっている方の半分ぐらいは業界関係者の方な気がするんですが、その半分はですね、おそらく興味あるけどあんまりよくわからないなという方も多いと思いますので、まずは半導体ってどうやって作られているのかというですね、分かりやすいパネルがありますので、そちらをちょっと担当者にご解説いただきたいなと。すいません、テレビ東京なんですけど、すいません、よろしくお願いいたします。こちらは日本半導体製造装置協会さんでいらっしゃるということで、こちらに分かりやすい半導体のできるまでというパネルがありました。ちょっと簡単に説明していただけますでしょうか。はい、承知しました。半導体のプロセスというのは大きく前工程と後工程に分かれています。前工程のがちょっとたくさんあるんですけれども、ちょっと見ていただくと、最初に写真の原版なんかを作るようなやり方で、回路の元の原版を作ります。ここ要は上端に回路を描くということを頑張ってやってるわけですね。そうですね、最初 の写真のネガフィルムみたいなものですね。であとこちらが材料の一番大きいものであるシリコンウェハーの製造工程ですね。こういう棒状のものになったものを薄くスライスしていくわけですね。このような形で、最終的にはスライスして、で半導体の工場に入ってくるということになります。で半導体の工場ではですね、この7番から順番に、いろんなことをやるんですけど、水色になった部分っていうのが、何回も何回も繰り返す部分になります。ここですね、はい、ここ薄く水色で囲んだところを何回も繰り返して、これなんか積層していくみたいな感じですかね。実際には本当に何回も何回も繰り返すんです。で現実には半導体のプロセスって少なくても400、多いもので1200、300あるって言われてるんですけど、これをね、何回も繰り返すからプロセスが多くなるんです。何回も繰り返して回路を徐々に描いていくという、そういう感じですね。はい、なるほど。実際にはこのような複雑な、例えばエッチングをしたり、この膜をつけたりですね、ちょっと平らにしたり、ちょっと不純物というものを打ち込んだり、いろんな科学と、物理と、さまざまなことをやりながら、回路を作り込んでいくということになります。それでこういうよく見るニュースとかでも見る円盤状の、そうですね、ウエハと言われるのが、実際この状態になると、この中に、半導体の回路そのものがすべて作り込まれています。なるほどですね。でその後工程というものに移ると、ここはざっくり言うとどんなことをやっているんですか。そうですね、まずこの円盤の状態になってますので、これ四角い形に切ってあげなければならないです。で四角いチップの形に切り出して、それを樹脂とかいろんな配線というか信号を取り出したり、するための、端子のようなものをつけたりとか、つまりこの一個一個がこうスマホとかに搭載されている。そうですね、皆さんのスマホに入っているものの心臓部にはこの四角いものが入っている、ということになります。でそれをよく見る、緑の基板、よく見ますけども、それに、接続していったり、そしてこれで保護していったり。そうですね、保護してあげて、剥き出しだとちょっと大変なことになりますので、
樹脂で固めて保護してあげて、最後あの検査をして、でマーキングして完成という形になります。でよく見るこういう半導体が出来上がる、ね、ここしか見れないんですけど普段は。そうですね、我々は、でまあ、もう電気で動いているものにはもうあらゆるものに搭載されている、それがまあ半導体ということですね。そうですね、そのように考えていただいて、でそしてこの各工程にいろんなこう企業さんのアドバンテストさんだったりディスコさんだったり、はいはい、まあ、日本の名だたる企業のこうロゴがありますけども、はい、各工程で半導体製造装置とかっていうのがあって、そしてその分野で日本は強いと。そうですね、あのだいたい世界シェアで3割ほど、はい、あのございますので、日本製半導体装置という意味では世界シェア3割ございます、はい。まあ、その半導体そのもののシェアはまあ年々下がってますけど、装置産業っていうのは非常にまだ大きいものがある。そうですね、はい、ありがとうございます。おかげさまで、はい、でこちらなんかポップな漫画があるんです。これは何ですか。ですね、はい、まあ、ちょっとあの半導体っていうとどうしても、はい、あの技術的にとっつきにくいところがありますので、あのせっかくなんで学生さん、もしくはあのこの業界に馴染みのない方にちょっと親しみを持っていただこうということで、半導体製造装置にあの入った新入社員がどんな経験をするのかというのをちょっと漫画にしてみました。どんな人生を送れますかと、まあ、あのちょっとしたあるあるネタとか、ちょっと自虐ネタに近いかもしれないですけど、ちょっと面白そうなエピソードは集めてみました、はい。液芯ショートとかそんなこと言うんですか、あの業界の人は。あの露光装置メーカーでそういうふうに言うみたいですなるほどですね、まあ、といった感じで、ぜひとも学生さんとかに、はい、この業界に入ってくださいという思いで。そうですね、あのぜひあのおいでいただきたいというふうに大歓迎ですので、その一点、あの今、まあ、日本ではラピダスという新会社が注目されてますけど、はいはい、それへの期待ってのはいかがでしょうか。もうあの大変に期待してますね。あの昔に比べると、あのまあ、日の丸という言葉じゃなくて、さまざまな国とコラボをされるということ、これは非常に素晴らしいですし、あの昔に比べるとあの投入されるお金というのも非常に大きいですから、あの大変に期待が持てる、プロジェクトではないかというふうに思います。ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、といった形で、まあ、ご覧の通りですね、各分野において日本企業非常に未だに強い力を持っているということで、そういった企業を次々に紹介していきたいと思います。はい、ということでいろんなですねブースを回っていくんですが、ちょっといきなりちょっとマニアックなブースに回りたいなと思っております。あの話のつながり的にこう行けばこう理想的っていうのはあるんですけども、なんせ広いのでちょっとですね近場のところから回っていきたいなと思っておりまして、最初は少しマニアックなところに行きたいなと、思っております。あ、失礼します、すいません、佐賀大学の研究室というと、まあ、ここはアカデミアエリアで、まあ、大学の研究成果を発表しているというエリアなんですけれども、加数教授という方が、まあ、トップにいらっしゃると思うんですが、今いらっしゃらないんですか、ね、今いないです。そして学生の皆さん、はい、そうです。なるほど、ありがとうございます。まあ、ちょっとあの加数先生はいらっしゃらないということなんですが、こちらはダイヤモンド半導体という、まあ、究極の半導体を研究されているということなんですが、はい、簡単に言うとダイヤモンド半導体って何でしょうか。ダイヤモンド半導体っていうのは、こちらにあるバンドギャップっていうものが高くてですね、バンドギャップが高いと高温で動作することができます。こちらシリコンを1とした時なんですけど、ダイヤモンドは 4.9 ですね。つまり約5倍の高温で動作することができます。そしてこちら絶縁破壊電解っていうのはより高い電圧というもので動作することができまして、こちらシリコン1とした時にダイヤモンドは33ということで、約33倍の高電圧下でしっかりとした動作をすることができます。で、熱伝導度っていうのは熱を伝えやすいということなので、はいはい、放熱をしやすいということになります。高温ってことは温度上昇がより少ないということなので、はい、かなり冷却に適しているということで、シリコンを1としたらダイヤモンドが17倍の熱が放電しやすい素材となっていまして、ということで、まあ、あの素材として普通はシリコンっていうのが使われるわけなんですけども、はい、ダイヤモンドというのを使うと、まあ、要は大電流とかの処理に適していると。で、まあ、ちょっと補足しますと、これはそもそもですね、あの半導体の中のパワー半導体という、ものの、まあ、究極系みたいなところですね。でパワー半導体というのは、まあ、大電流を処理する半導体で、まあ、電気自動車とかに搭載されていまして、でシリコンだとちょっと限界に来ているということで、新しい材料を
こう探しているという中で、今SiC と書かれたシリコンカーバイドというやつと GaN と書かれた、まあ、窒化ガリウムというものが今普及しつつあるんだけれども、そのさらに先をいくものを研究されているという、はい、いうことですね。そうですね、はい、でもあのテレ東ベースで1年ぐらい前に取り上げさせていただいたものなんですけど、どうでしょうか、関心、あの朝もなんかいろいろいろんな人がここに来てお話を聞かれてたと思うんですけど、はい、関心いかがでしょうか。関心はかなり高いですね、はいはい、もういろんなところから、はい、外国の方まで、あ、はい、そうですね、外国の方なんか目立つ感じありました、ね、そうですね、来ていただいているのでかなり関心は高い方だと思います。ただやはりもちろん実用化に向けた大きな課題があると思うんですけども、どういったところにあるんでしょうか。は、そうですね、こちら今後の課題っていうところ、はい、注目していただきたいんですけど、はい、こちら今ちょっと2インチっていうことなんで、だいたい 5.5 センチぐらいまではできたんですけど、はい、そちらは今4インチまで拡大することによってより実用化に向けたインチ、はい、上刃の作成を目指しております、まあ、ある程度の大きさの上刃がないと、まあ、製造装置、それに対応する製造装置がないという点もあるということですね、はいはい、そしてですね、これダイヤモンドモスセットですね、そしたら実証、あの回路に組み込んでの性能実証、そしてその信頼性っていうのを獲得することを今目指しております、はい、なるほど、まあ、まだまだちょっとこれ時事世代という技術かと思うんですけども、ね、引き続き頑張っていただければと思います、はい、すいません急にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、あ、何かちょっと待ってください、質問ってあったかな、はい、大丈夫でしょうか、質問は大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました、はい、といった形で早速あの非常にちょっとマニアックな、分野をご紹介いたしました。あの改めてですけれども、パワー半導体というのは半導体の一部というか、まあ、一種ですね。で、まあ、ちょっと特殊な半導体でして、電気自動車とかあと新幹線とか、まあ、電気大きな電力を処理するための、まあ、半導体ということで、まあ、とんでもない大きな電力がかかるので、それに耐えられる材料というのが必要になっているということで、今SiC シリコンカーバイドっていうものと、まあ、窒化ガリウム、ガリウムナイトライドっていうものが徐々に普及しつつあるんですが、そのさらにその先を行くダイヤモンド半導体を今研究されているのが、まあ、佐賀大学ということなんですが、で今研究しました、はい、まさに今使われつつあるパワー半導体、次世代のパワー半導体シリコンカーバイドと窒化ガリウムというのを紹介しましたけれども、実はもう一つかなり注目の日本初の技術があるということで、そちらを紹介できたらと思います。はい、質問を随時募集しております。こんな感じであのいろんなブースもあるんですけれども、その時に聞いてほしい質問とかあればですね、ぜひ、チャット欄までお寄せいただけたらと思います。はい、で先ほどのパワー半導体関連ということで、はい、こちらフロスフィアさん、すみません、あのテレビ東京なんですけれども、はい、今ライブ配信してるんですけども、はい、お話伺っても、はい、今大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、こちらの会社さん、まあ、パワー半導体の一種を、はい、研究開発されてると思うんですけども、はい、どういった特徴のデバイスなんでしょうか。そうですね、あのアルファ型の酸化ガリウムという形で、まあ、世界で初めてアルファ型の酸化ガリウムを手掛けるパワー半導体でして、あのまず特徴としましては、まあ、他の SiC やガンに比べて、まあとでは高性能を謳っていくというところと、 SiC ガンって先ほど私がお伝えしたシリコンカーバイドと窒化ガリウムというやつです、はい、これがまあ一般に次世代のものと言われているんですが、はい、そのまた別のもの GaO 酸化ガリウムという素材で作っている。そうですね、はい、我々あの素材の開発からしてますので、はい、まあ、いわゆるサファイアという基板の上に、はい、この GaO23 という酸化ガリウムの、まあ、結晶膜を作り、それを用いて、まあ、半導体を作っていくという形を事業にしてございます。でそれは他の次世代のものに比べて何がいいんでしょうか。ですね、まずあの非常に材料物性として優れているので、まずこの結晶膜をすごく薄くできるんですね。で薄くできるということはその特性が引き出せますので、まあ、よりあの性能がいいものをよりコスト的にも安く作っていけるというのが、まあ、大きなメリットかなというふうに考えております。なるほどですね。で、ちょっといいですか、まあ、こちらに、資料がありますけれども、まあ、SiC とシリコンカーバイドに比べていろいろとも性能が、まあ、はい、段違いで、そうですね、まあ、ちなみにあのダイヤモンド半導体というのはあの次世代としてありますけど、はい、それに比べるともちろん性能は劣るわけですが、はい、まあ、実用性という点ではもちろんこちらの方が優れている。そうですね、あのもう我々量産に近づいておりまして、はい、もう量産に向けてあの工場の整備もしておりますし、はい、量産に向けてお客様との議論もしておりますので、ダイヤモンド半導体と比べて実用化に比べてはかなり早い段階にいるという形で考えております。
特徴はとにかくコストが安いという点もあると思うんですけど、それはなぜ安いんでしょうか。あのですね、まあ、例えばシリコンカーバイトと比べると、はい、我々基板にサファイアという基板を使っておりまして、はい、でサファイアって LED なので非常に世間で大量に使われているんですね。そう考えるとまず半導体の中で大きなコスト要素となるその基板のコストが圧倒的に安いという点が大きな要因かなと思ってございます。なるほどです。で、あのこの酸化ガリウムについてもですね、ちょっとマニアックな熱は1年ぐらい前にあのテレ東ビズで取り上げたんですが、その時はですね、別の会社のノベルクリスタルテクノロジーさんという会社の酸化ガリウムを紹介しました。で、そのノベルクリスタルテクノロジーさんの酸化ガリウムとはまたちょっと違う点があるということなんですが、どこが違うんでしょう。ノベルさんの場合はベータ型という形でやっておりまして、我々結晶構造はアルファ型というような違う結晶構造の酸化ガリウムでして、このアルファ型を使うことによって材料物性としてもちょっと細かくは言いませんけど、ノベルさんのベータよりも少しいいというふうに我々としては謳ってございます。なるほどですね。そこが強みになっていると、はい、ただ一方でちょっと細かいんですけどね、こちら あのフロスフィアさんはさっきおっしゃったようにです、ね、サファイア基板という、別の物質の上に酸化ガリウムの膜を作るということで、こちらの方式だと別の基板の上にこう成長させるわけなので欠陥が多いんじゃないかという指摘がよくあるんですけど、はい、そちらいかがですか。なるほど、なかなか突っ込まれてきますね、はい、いかがでしょう。ですね、結晶欠陥、当然、ゼロ結晶欠陥というものは、世界的に存在難しいと思うんですけど、ただしこの半導体として実用化ができるかという形でいくと、しっかりとその結晶欠陥も当然結晶欠陥ゼロというものは存在と思うんですけども、ただ我々この結晶を使った半導体として、信頼性試験も含めて半導体として使えるという形での実証を行っておりますので、半導体として世間にお届けできるレベルとしては十分に開発進めてこれているのかなと思ってございます。ありがとうございます。今チャット欄にいろいろ質問が来ているので、ちょっと投げかけさせていただきたいんですけど、まずサファイアってお高いんじゃないでしょうか。なるほど、高そうな響きなんですけども、サファイアって青色 LED なんかですごく多く使われてまして、他の素材と比べると非常に成熟したこの産業の中では、比較的安価といえるような素材だと思っております。ありがとうございます。次、石井誠さんから、スマホに使われる可能性ありますかというと、そうですね、例えばガリウムナイトライドと言われる素材ってスマホの AC アダプターに大量に使われてますので、そういった素材というのは我々としても大いに将来的にあり得る市場かなと思っております。なるほどです。すでに GAM ですね、窒化ガリウムの、例えばアンカー社のやつとかですね、Amazon とかで売られていますね。非常に小型で急速充電ができるというやつですね、はい、その他は田中さん、まさに窒化ガリウム GAN と比べるとコストどのぐらいなんでしょうか。ですね、まだ我々もまだスタートアップ企業でなかなか量産がまだなので、今の段階のコストの比較はちょっと差し控えたいんですけども、コスト構造からいくと、例えばガンであったり、シリコンカーバイトに比べても、しっかりと優位性が出せるようなコストは出していけるような構造だと思っております。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。です、すいません、ありがとうございます。はい、ということでフロスフィアさんの酸化ガリウムパワー半導体でした。はい、で、もともとパワー半導体といいます、半導体全体はこう日本企業かなりこう衰退していってるんですけど、その電気自動車とかに使われるそのパワー半導体という分野は日本企業まだまだ強いという状況なんですね。で、この分野の強さを維持できるかというところも一つ大きなポイントになっているわけですね。ただですね、ただ一つ危機感もありまして、まさに今のようなですね、シリコンじゃない、次世代型の材料を使った、次世代のパワー半導体の分野においてはちょっと日本世界から出遅れてるんじゃないかというふうにも言われているというところで、ぜひともですね、日本メーカーこういったですね、最先端の材料を次々に採用していってほしいなというふうに思います。はい、という形で一つ目二つ目とちょっとパワー半導体というニッチな少しニッチな分野を取り上げましたけれども、もちろんメインどころもいろいろ聞けたらと思いますが、一旦会場を出ますかね。ちょっと隣の会場でも開催されてますんで、一旦会場出ようと、思っています。はい、別のフロアにやってきました。続いてどこ行こうかな。はい、続いてどちらに行こうか。右ですね。はい、ありがとうございます。まあ、本当名だたる半導体関連企業が多く出展している、こちらサムコさんですね。非常に多くの名だたる企業出展しておりますが、次に伺いたいのはこちら行きますか。堀場製作所さんですね。お話伺えるかな。
お話伺えるでしょうか。ちょっとお待ちください。少々お待ちください。失礼します。すいません、すみません、テレビ東京なんですけれども、こちらであのちょっとライブ配信を今しておりまして、お話を伺えるかなという、まあ軽くアポは取ってはいたんですけれども、今いかがでしょうか。こちらの、はい、こちらのご説明をいただけたらなというふうに思っているんですけど、今ご担当者さんいらっしゃらない。はい、これですね。はい、すいません、少々お待ちください。はい、あの事前に聞いた話では、この機材がマスフローモジュールというのが、まあ、一押しということで、このポリバ製作所さんはマスフローモジュールシェアナンバーワンと言ってたような気がします。後で確認します。はい、少々お待ちください。担当者さんはいらっしゃらないようなら、まあ後で回るというのも手かとは思いますが、少々お待ちください。あ、はい、すいません、あ、いました、ありがとうございます。はい、すいません、あ、全然大丈夫ですよ。はい、まず、はい、堀場製作所さん、はい、だからどういう会社さんなんでしょうか。はい、我々はですね、あの分析機器メーカーになりまして、はい、その中でも今回セミコンの方に出展させていただいているのは、あの半導体の分野で用いられている、まあ、コンポーネントであったり、まあ、ガスの流量計、液体の濃度計といったようなコンポーネントを展示させていただいています。でこちらが一押しと聞いてるんですけども、はい、こちらは何をする機材なんでしょうか。はい、あの半導体の製造プロセスには、ガスを用いて膜を、はい、つける、削るというようなプロセスがございます。あの、ちなみにすみません、はい、これあの先ほど回った日本半導体製造装置協会の、まあ、はい、図なんですけれども、はい、例えばここやはり、まあ、膜をつけるというところでガスというのがありますが、例えばこういうところで使われるわけですかね。はい、そうですね、はい、どういう用途なんでしょう、そのガスの何かを測るんですか。あ、ガスのですね、流量を制御するといったような部品になりまして、まあ、1台の半導体製造装置に多くて100台以上こちらのマスロコントローラーが搭載されるといったような部品になります。1台に100、あ、1台の半導体の製造装置にマスロコントローラーが100台、はい、搭載されるといったような装置もございます。つまり一つのガスの種類に対して1個みたいな感じです。そうです、その通りです。なるほど。で、この堀場製作所さんはあのマスフローモジュール、はい、これでシェアがかなり高い、シェアナンバーワン、はい、そうですね、あのワールドワイドで約 60% ほどの、はい、おかげさまでですね、ご使用いただいているような状況になります。なるほど。なぜその強さを維持できているんでしょうか。そうですね、やはり、量産といったところでですね、あのお客様に評価されているというところももちろんですし、はい、やはりあの製品の信頼性というところを長年積み重ねた、部分かなと考えております。これ新製品なんでしょうか、ね、はい、これは何が今までと変わっているんでしょうか。はい、ですね、やはり、まあ、半導体デバイスがですね、微細化、積層化といったようなところで非常にあのガスの制御がシビアな状況になってきています。でこちらの製品に関しましては、まあ、非常に速い応答性、100ミリセットの応答性能と応答波形の記差低減というところで、ガスの導入のですね、あのばらつきを非常に低減することによって、半導体製造プロセスに寄与できるようなモデルとなっております。ありがとうございます。ちょっとお待ちください。チャット欄で特段質問は来ておりませんでしょうか。大丈夫ですかね。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。はい、といった形で本当半導体を作る上での細かいプロセスにおいて、本当シェアナンバーワンの企業というのがゴロゴロというような日本企業の強みを感じますね。はい、よろしいでしょうか。東京ビッグサイトで開催されているセミコンジャパン、半導体の技術展セミコンジャパンからライブ配信でお伝えしております。セミコンジャパンからライブ配信でお伝えしております。はい、本当に世界トップシェアの企業がたくさんあるという中で、こちら JSR さんも世界トップ企業となっておりますが、時間帯的にいかがでしょうか。すみません、テレビ東京のものなんですけども、あ、ライブ配信、あ、よろしくお願いします。今大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。よろしいですか。どなたに、あ、お願いいたします。よろしくお願いします。お世話になります。まずJSR さん、どういった会社さんなんですか。あ、弊社ですかね。はい、弊社はあの半導体材料 と、ディスプレイ材料を扱う、デジタルソリューション事業と、はい、バイオ診断薬の、
受託生産を行うライフサイエンス事業、あとそして ABS を中心とする樹脂事業をグローバルに展開する会社になっています。で今回、まあ、今回半導体の技術展ということですけれども、はい、一押し半導体関連で一押しは何でしょうか。そういった意味では全て一押しではあるんですけれどもその中でも、はい、我々フォトレジストを得意しておりまして、ね、はいはい、この J さんの EUV レジストというものが、はいはい、推しの一つになっています。フォトレジストというのはこの工程でいうと、はい、ここですね。そうですね、ここですね、はい、ウェハーの上にフォトレジストという薬液を塗布します。はい、何のためにちょっと基本的なところなんですけど、はい、何のために塗布するんでしょう。半導体を作るための回路を形成するために必要な材料になります。このフォトレジストを塗布しまして光を当てます。その光を当てたところが現像液で抜けて綺麗な回路のマスクになります。なるほど。それをベースに半導体の微細な回路回線を作っていく形になります。まあ、微細な回路を描くためには必須の材料というところ で JSR さんそのフォトレジスト、まあ、感光材ですかね、光で感じるという材料ですね、はい、これでシェアがナンバーワン。そこはなかなかこうお伝えしづらいところではあるんですけれども、世界のトップクラスという理解でいます。でしかもこの分野というのは日本企業でほぼシェアがもう 90% ぐらい。おっしゃる通りです。なんでこんなに強いんでしょうか。やはり日本のデバイスメーカーさんと、長く、一緒に協力して開発させていただいたところが一番大きいかなと感じています。なるほど。でですね、チャット欄ですね、 EUV の話聞きたいですとか、はい、まあ、まさにこれは EUV を、ちょうどタイミング良かったですね。はい、でじゃあちょ基本的なところなんですが、はい、EUV、まあ、ニュースでもたまに聞きますけど、はい、EUV って何ですか。 EUV はですね、その光がより微細な回路を作るために、波長の短い、光を使います。超極端紫外線といいまして 13.5 ナノメートルの波長の、光を当てます。それはコロナウイルスはだいたい100ナノぐらいなんですけど、その10分の1ぐらいの非常に小さい光を当てて、それに反応する樹脂を我々が作っています。なるほどですね。この工程でいうと、まあ、ここで露光しているわけなんですけど、で、はい、この EUV の露光器っていうのは、これはオランダの ASML という企業がシェア 100% となってるんですけども、ただそこで使われているこういったレジストっていうのは、まあ、JSR が含めた日本企業が非常に強いとおっしゃるということなんですね。ありがとうございます。でこれちょっと待ってください、これ 1.2 ですか。こちらはその、はい、まあ、こうパターンができるんですけど、そのパターンのこう波を打っているところの精度が 1.2 ナノメートルというところで、このパターン自体は9ナノメートルになります。はい、でこのレジストを使うと今ですね、例えばラピダスが2ナノとかって言ってますけれども、はい、2ナノとかにも対応できるような。はい、おっしゃる通りです。それ以上のところを目標にして我々開発しております。なるほどですね。これまでの EUV レジストに加えて、さらに新しい最先端の、まあ、これからのレジストという意味で、このメタルベースと EUV レジストというところを我々開発しています。まさにそのメタルベースというところなんですけど、これはなんかアメリカですかね、会社さんを買収されたと言ってますけれども、そうですね、はい、それが効いてるんですか。はい、ここに記載していますインプリアさんというところと一緒にやらせていただいている形になります。そうすると何ナノまで目指せるんですか。まあ、今ここで最新の情報を出しさせていただいてます。でさらにもっと細かいところを我々としてはどんどん追求していきます。なるほど、ありがとうございます。チャット欄はいかがでしょうか、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、といった形で、フォトレジストで、ま、トップクラスのシェアを誇る JSR さんのお話を伺いました。 EUV という、ま、極端紫外線という、ま、超細かい回路を描くというのにも対応しているというところですね。はい、続いてはどちら行きましょうか。 ASML、出展してないんですね。はい、オランダパビリオンっていうところがあるんですけど、ASML はオランダの企業なんですけども、そういうブースがあるんですが、残念ながら ASML はないという。後ろに映していいのかな、映していいのかちょっとあれですけども、 YouTuber ものづくり太郎さんがいらっしゃる、みんなご存知かな、これ見てる人たちなら知ってるかもしれませんが、ものづくり太郎さんというものづくり系 YouTuber でトップのものづくり太郎さんがいらっしゃいます。何かこう講演でもするんですかね、ちょっとびっくりしましたけど。はい、さあどんどん参りましょうか。
ただいまですね、東京ビッグサイトで開催されているセミコンジャパンからライブ配信でお伝えしております。セミコンジャパンからライブ配信でお伝えしております。はい、続いてはいましょう。いました、いました。絡まない、あ、絡んでよかったのかな。ものづくり太郎さんに絡んでよかったのかな。あそこに座ってたんで、ちょっと話聞いてもいいのかな。ちょっといきますか。いいんですかね。あのものづくり太郎さん、非常にマニアックな、まあ、工作機械とかですね、まあ、半導体とかの解説をされているという方で、ちょっと今どなたかと喋ってるんでなかなか声かけづらいですね。まあ、また撮った時に、はい、できればお話伺いたいなと思っております。はい、では、どんどん参りたいと思います。はい、さてと続いてどちら参りましょうかね。はい、こちら行きましょうか。はい、こちらですね。はい、東京ビッグサイトで開催されている半導体の技術展、セミコンジャパンからライブ配信でお伝えしております。セミコンジャパンからライブ配信でお伝えしておりますが、はい、続いてはこちらの日本製線さんというところ、何か面白そうな展示がありますけれども、いかがでしょうか。すいません、テレビ東京なんですけれども、ライブ配信で今お伝えしておりまして、はい、今お話伺ってもよろしいですか。はい、はい、こちらなんか面白そうな展示物、こちら見ていただきます。はい、何か面白そうな展示物ですけど、こちらは何を表しているんですか。こちらはですね、はい、我々のフィルターついてる部分とついてないものがありまして、はい、フィルターってどこですか。あのこのネズミ用の棒状のものですね。はいはい、で、まあ、こっちがついてない、こっちがついてない、はい、まあ、ただ単に穴が開いたタイプなんですけども、まあ、半導体の製造装置の中で真空にしなければいけない場所がありまして、はいはい、真空にして、まあ、中で加工するんですけども、まあ、それを取り出すときに大気圧に戻すときにこのフィルターを使うと、あの中に真空で、光が出た部屋の中のゴミが、まあ、巻き上がらずに、こちらの音が入ってしまって、はい、で確認ですが、まあ、ここなんか穴があって空気が出てるなっていうのが分かるので、こっちも空気が出てるんですか。そっちも出てますね。同じように、はい、空気が出てまして、そうですね、はい、ここから空気出てるんですね。出てるんです。でちょうど今あの画面で映されてるんですけども、はい、真空引きした後の大気圧に戻すときに左側はフィルターなくないのでゴミが巻き上がってしまって、いやこちらご覧ください。同じようなモデルですね。あ、こちらちょっとアップしていただけますか。あ、アップしてもらえますか。こちら、はい、あのこのフィルターの下の部分ちょっとビーズがちょっとだけ動いてますが、その他の部分はもうびくともしないということで、はい、ほぼ気流が発生してない。これなんでなんですか。この空気がいろんな方向にじわっと出てるみたいな、優しく出てる。そうですね、はい、均一に、出ています。まあ、直線的にこちら左側出るんですけども、我々のフィルターを使うと、まあ、非常にスムーズに滑らかに、エアが、出てくるというところで、まあ、いろいろな装置メーカーさんにご採用いただいております。なるほど。もともとこの金属の、はい、素材を作られていた会社さんで、はい、この分野に応用したと。はい、そうですね。引き合いはいかがでしょうか。そうですね、はい、あの毎回セミコン出させていただいてるんですけども、はい、新たな引き合いっていうのは、まあ、あの毎回いただいておりまして、はいはい、おかげさまで業績の方もよく、はい、ありがとうございます。チャット欄で地味にすごいなとか、はい、すごいなこれというようなあのコメントをいただいております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、といった形で日本製線さんでした。確かに、いや本当私も最初見た時地味にすごいなと思いました。あれ肉眼では穴開いてないように見えるんですけれども、微細な穴が開いてる。だからそこからですね、空気が、まあ、優しく全方向にバーッと出る。だから気流が起きるということですね。はい、じゃ あこちら国際エレクトリックさんに来ております。こちらも世界的な企業ですね。すいません、よろしいですか。テレビ東京なんですけれども、はい、
まず国際エレクトリック、はい、よろしいですか。あ、すいません、よろしくお願いします。お世話になります。お世話になります。すいません、国際エレクトリックさん、はい、ざっくりどんな会社さんでいらっしゃるんでしょうか。我々はですね、静膜装置を主体としたですね、はい、専門 の、 半導体装置メーカーでございます。静膜装置ということで、はい、すいませんね、こちらの方もですね、静膜装置のバッジなので、はい、ちょっとこれ簡略化した図になってます。ここですね、上波の酸化ですね、酸化とか、はい、CVD 酸化をつける工程、上波の表面に、まあ、薄い膜を作ると、はい、その装置を装置で、まあ、トップを走ってらっしゃる。そうですね。で、おすすめが、はい、縦装置と。そうですね、この縦型の聞いてるんですけれども、はい、特にこちらのですね、我々の主力、とてもユニークな装置でございまして、はい、あちら側行っていただいてもいいかな。こっちですか。お二方、すみません。はい、こちらが剣というですね、はい、剣 C2 と呼ばれる我々の最新鋭の設備でございます。これがすごくですね、薄膜に特化したですね、はい、カバレッジの良い、よくできる静膜装置でございます。なるほど。そしてこちら、はい、縦型というふうに書かれておりますけど、はい、でこの縦型のパイオニアが国際エレクトリックさんと聞いてるんですけど、はい、この縦型ってどういうことですか。縦型というのはですね、はい、この中に炉というですね、ヒーターがありまして、ヒーターが縦にですね、はい、長くなっておりまして、そこに上波がですね、この像だと150枚から175枚の上波がですね入ってですね、上波を、まあ、水平方向だけどそれが縦方向にバーッと、はい、そうです、はい、上波を搬送しまして、そこから上に上げてですね、ここにヒーターがございまして、そこで、高温ですとですね1000度以上の処理を行うというものでございます。一気に膜をつける。一気に膜をつけます。この従来はこの国際エレクトリックさんが開発するまでは横だったんですか。そうですね、横型 の、 ものでした。それが縦になることによって、たくさんこの装置を並べることができて、工場のですね、スペースが有効に使えました。それでも工場の処理能力がどんどん上がっていくというものです。それをいち早く開発されたんですね、はい、そうですね。ただちょっとすみません、素人の質問なんですけども、はい、まあ、もちろんこれここに書いてると温度制御っていうふうに書かれていると思うんですけれども、まあ、温度を、まあ、緻密に制御しながら静膜していくと思うんですけども、はい、縦型だとこう温度差っていうのが、どうしてもやっぱりあったかい空気が上に行ってみたいな、なんか温度差ができて逆にムラができちゃうんじゃないかとか、はい、そうですね、上波というのは最初ここにですね、下から投入するんですけども、冷たいものがギュッと中に上に上がりますんで、一気に温度がですね、変化します。そこで我々この温度のですね、温度制御技術を用いて、冷えたところから徐々に加熱をしていきまして、はい、温度ムラがないような温度制御をしているという状況です。ありがとうございます。チャット欄からいろいろと質問が来てまして、ドンさんからどのぐらい薄い膜まで作れますか。もうこれはですね、もう今お客様から要求があるのはもう1オングストローム以下のですね、オングストローム、オングストロームでいうと大体15オングとか20オングぐらいのですね、薄膜から、オングストロームという単位がちょっといまいち、ナノですから、1ナノとか2ナノとかですね。なるほど、そのレベルまで対応できていると、はい、はい、他ですね、ふにゃさんさんから、来年は半導体市況が厳しいと予想がありますけど、設備投資に影響出ますかと、はい、まあ、少し影響はあるんですけども、はい、私どもですね、国内のお客様のパワーデバイスのお客様ともお付き合いが多くてですね、パワー半導体、パワー半導体ですね、パワー半導体の方はメモリーメーカーのお客様に全然ですね、まだまだ投資が旺盛でございまして、我々それが補えるんじゃないかなと思ってます。まあ、メモリっていうのは日本でいうと記憶視野ですね、はい、記憶の半導体、メモリー半導体っていうのはこの浮き沈みが非常に激しいですけれども、パワー半導体っていうのはまあ電気自動車とかに活用される、まあ、先ほども紹介したようなやつですね、は引き続きやっぱり電動化で、そうですね、需要がバンバン来てる、電動化のですね、パワーデバイス、こちらの方はですね、もうよりお客様のニーズが強いものですから、私どもですね、それに力を入れて開発も進めております。ありがとうございます。もう一つ質問で、はい、ハールイチーさんから、連続的に稼働するんでしょうかと。もう連続的にですね、もう自動で稼働できますので、ウェハをどんどん投入してですね、ここにもうウェハの棚がたくさんございますので、もう連続バッチで自動化しております。ありがとうございます。パチモン、パチモングッチさんから、立体駐車場かというなと、まあ、そういうイメージで、そういうイメージですね、そういうイメージで、はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
はい、ありました。すみません、ありました。ありました。はい、といった形で静脈装置で世界トップを走る国際エレクトリックさんでした。はい。はい。入ってます。はい、ああ、そして来ましたね。日本で最も有名な製造装置会社東京エレクトロンさんのブースに来ておりますが、タイミングが合えばお話伺いたいなというようなことをお伝えしていたんですけれども、失礼します、テレビ東京なんですけれども、今ライブ配信しておりまして、タイミングが合えばお話伺えるというようなことを聞いていたんですけれども、テレビ東京で、はい、朝に来まして、ね、タイミングが合えばお話伺えるということ、はいはい、よろしいですか。ちょっと担当の担当者が用意してたんですけど、はい、まだちょっと待ってください。今対応中と、すいません。12時から14時の間でしたよね。そうですね。ちょっと今に、ね、別なタイミングなので、わかりました。後回しとかって、あ、じゃあまた後ほど伺います。どのタイミング、どれぐらいがよろしいですか。何時でしょう。いや、最初言われたのが12時から14時って言われたので、はい、その担当の者にはスタンバイって言ってたんですけど、はい、今見たらいないんですよ。今ちょっといないという、すいません、すいません、すいません、はい、じゃあ何分後ぐらいに来ればいいですか、ね、30分あ、わかりました。じゃあまた、すいません、またございますね、ありがとうございます。はい、はい、ということで東京エレクトロンさん、まあ、あの装置自体は置いてない、まあ、パネル展示だけということで、非常に商談のエリアが大きいと、まあ、もう装置置かなくてももう商談どんどん来るというような感じなんでしょうか、わかりませんが、はい、今来たと、あ、豊島さん、はい、はい、今担当者がいらっしゃったということで、はい、まあ、簡単にお話伺えたらと思います。すいません、あ、テレビ東京なんですけれども、はい、すいません、よろしくお願いします、はい、まず、まあ、東京エレクトロンさん、はい、あの、まあ、もうね、視聴者は皆さんご存知だと思いますが、どんなことをやられて、そしてなぜここまで強いんでしょうか。はい、東京エレクトロンは半導体製造装置を、あの、提供しております、はい、で我々はですね、あの、この技術革新の早い半導体業界において付加価値の高いところに注力し、技術革新を行いながら、お客様にソリューションを提案しているということをやっております。で、我々はですね、半導体製造装置で特にこう、パターニングというところに、あの強い技術を持っております。パターニングというのは、はい、心で言うとパターニングというと、ここですね、はい、あの回路のパターン設計されたところを実際に焼き付けてですね、はい、あの回路を作るという、そういった技術になります。ただそれだけじゃなく、いろんなところでの製造装置を作っていると。はい、ですね、このパターニングを形成するためには、まず、フォトマスクっていうところから、はい、マスクを作るところがございます、うん、はい、そのマスクに沿って、その回路をですね、ウェーハーに焼き付けるという形でございます、はい、これが、あの、フォトリソグラフィーという技術になります、はいはい、その後にですね、あの、それにマスクに、沿った形でエッチングっていう工程で、はい、ここの製造装置も作ってらっしゃると、はい、ご提供しています。で、エッチングの後には必ず洗浄という、あの、工程がございます、はい、この洗浄措置も我々は提供しています。なるほど。で、その後にですね、金属膜を埋め込むという、あの、静膜油というのがございますが、はい、この一連の技術を持っている、装置メーカーというのは世の中で東京エレクトロンだけになります。世界を見ても、はい、なるほど。じゃあ、まあ、東京エレクトロンさんの装置がないと、まあ、作れないと。そうですね、あの、我々の装置を通らない半導体のチップというのはおそらく世の中に存在しないと考えております。なるほど。ということで、まあ、本当世界の半導体の今の熱量というか動きを、まあ、本当ご存知だと思うんですけど、そうです、はい、なのでちょっとお聞きしたいのは、まさにちょっとさっきの質問もあったんですけど、はい、でも、半導体市況今後どうなるかというところで、2023年落ち込むんじゃないかと言われているいるんですけれども、どうですか、肌感覚としていかがでしょうか。肌感覚としては、現在ですね、PC とかモバイル、最終製品の需要というのが若干こう弱吹きにしております、はい、で半導体で使われる、あの、倹約となっている、アプリケーションですので、若干その影響は受けるとは思いますが、ただ、中長期で考えると、この、あの、市場というのはまだまだ伸びる余地が、あの、ございます。あるリサーチ会社によると、はい、2030年までにこの半導体チップ市場というのは1兆ドルを、あの、超えるだろうと言われております。137兆円ぐらい、ね、今言うと、はいはい、で、あの、半導体製造装置はその中の 15% から 20% 弱ぐらい の、 あの、規模となっておりますので、そうですね、これから、あの、10年後2030年までに1500億ドルあるいは1700億ドルとか、そういった市場まで成長するんじゃないかと考えております。まあ、あの、半導体業界というのはこう波がシリコンサイクルとかってありますけど、確かに浮き沈みありますけど、長期的にこう
右上がりなんですよね、こう。そうですね、基本的には、はい、という実感もあるという。そうですね、はい、あの我々のですね、この半導体製造装置市場は2017年に37ビリオン、あの日本円、370億ドルですね、それくらいの市場だったんですが、あの今年の市場というのはあの約ですね 100億ドルといったところで、3倍弱にまでこの、5年間ぐらいで成長しております。まだまだこの市場は伸びていくだろうと我々は考えております。ありがとうございます。展示スペースを、見させていただくことが可能ですか、ね、はい、どうぞ。ただ実物はないんですかね、はい、実物パネルが、はい、パネルだけ。じゃあ何かこれが必要しだっていうものがあればその前でご説明とか、すみません急なあのお願いなんですけど、もし可能あのバックエンド、フロントエンドの、はい、あちらの方も、あの今年の展示で一番アピールしたい、一番アピールしたいものなんかあれば、あ4つの工程持ってるのか。そうですね、ただ今年に特化したものですね、はい、あのいつもっていうよりも、まあ、今一番アピールです、もしくはかなり関心が高いもの、一番関心が高いお客さんからの関心が高いもの。そうですね、あのいろいろあの、はい、お客様あるいは投資家様によって関心事っていうのがいろいろ多岐にわたるんですが、まあ、我々はですね今年60年目を迎える年になります。で、そういったところが一つあのこの60っていう数字もございますが、そういったところは一つあの、まあ、我々としては、まあ、アピールしているところではございますが、ですね、あとは何かな、そうですね、最近あの、関心が高いのは環境性能ですね、あの省エネあるいはあの水をできるだけ使わないとか、うん、そういったものの装置の需要というのが高まってきています。そこはあの我々はですね、我々の会社だけではなくサプライチェーン全体として取り組みを行っております。チャット欄で質問来ておりまして、はい、マッポンクソリプチャンネルさんという方なんですけども、スマホや PC はコモディティにもなっているから、そこはあまり伸びないんじゃないですかという。いえいえ、あのそこもですね、あの伸びていきますというのはですね、スマホもですね、あの省エネしないと、まあ、バッテリーが持たないとか、どんどん性能ばっかり上がっていくんですけど、その時に同時に省エネ化 していかないと、ですね、どんどんあの、まあ、バッテリーの持ちが悪くなっていくといったところがございますので、あの技術革新が必要なんですね。微細化して性能が上がるだけでなくて、同時にあの、まあ、省エネあの技術を入れていくとかですね、技術革新はまだまだ進んでいくと考えております。まあ、半導体はもう日々進化し続けるの で、ね、製造装置も新しいものをどんどん、はい、毎世代新しい技術新しい製品というのが必要になっていきます。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。はい、ということで日本のトップ半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンさんを伺いました。はい、実物はないということですけれども、もう商談がすごいですね。商談次々と舞い込んでいるんでしょうねというところで、はい、どんどん参りたいと思います。はい、じゃあここらで、ちょっと一旦止まって、どうしましょうかね、まあ、進みますかね。はい、どんどん参りたいと思います。みんなだたる企業がバンバン出展しているというところですけれども、はい、続いて参るのは、大瀬さんですけれども、あ、すみません、あ、ちょっと待ってください、ちょっと、あ、すみません、テレビ東京でライブ配信としてもありまして、はい、あのネット上でライブ配信をしてるんですけども、はい、まあ、もし可能だったらちょっとご対応というか、あの、インタビューをしていただけたらと思うんですけれども、あー、ちょっといかがでしょうか。対応するものが今ちょっと厳しいでしょうかね。すみません、本当急で申し訳ありません。はい、ローチェさんのブースに来ておりますが、ウェハを搬送するロボットなどに強いという企業なんですけれども、今回少々お待ちください。そうですね、あ、まあ、あ、
大体どういったこと、まあ、まさにどういったあの企業さんでいらっしゃって、そして今展示しているご一押しのものを教えてくださいぐらいです。はい、はい、少々お待ちください。はい、まあ、まさにこういったですね、半導体のウェハの中でロボットが動いているんですね。これ後で映すと思うんですけれども、はい、ただいまローツェさんのブースに来ておりますが、可能だったら対応いただきたいというような、あ、ということでちょっと今交渉中であります。はい、今東京ビッグサイトで開催されている、半導体の技術展セミコンジャパンの会場からライブ配信しております。こちらローテさんは、まあ、ウェハを搬送するロボットに包まれているということで、あってですか、正解ですね、ありがとうございます。ということで、まあ、できればちょっとお話を伺いたいなということで、少し今街の状態でございます。少々お待ちください。はい、で、聞くところによると、この光合成ハイスピードの、ロボットがあの中に、この中に入ってる、この中に入ってる、はい、見えますね。はい、まあ、横にこうね、アームが動いたり、そして Z 軸方、まあ、延直方向ですねにも高スピードで動くというのが特徴だというふうに聞いております。はい、ちょっとあまりにも急だったでしょうかね。あ、分かんないです、ちょっと今な、ここはちょっとアポができてなかったかな、申し訳ございません。少しここはアポが漏れていたようで失礼しました。ということで少しご迷惑をおかけしているような感じがございます。はい、あ、いいですか、はい、すみません、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。急で本当大変申し訳ない。これネット上のテレ東ビズというところでライブ配信をしております。はい、はい、気になるブースを回ってお話を伺っているという形です。あ、了解です。はい、で、はい、まずローツェさん、どういった会社さんなんでしょうか。ローツェはですね、半導体業界の中でウェハの搬送装置を、作ってまして、ウェハをですねクリーンな環境下で信頼性を持ってですね運ぶというところに強みがある会社です。そのウェハをその信頼性を持って運ぶことに求められるその水準というか、何が要素というのはどういったところなんですか。そうですね、圧倒的なクリーン度で、微細化が進むにつれて、どうしても物を運ぶ、自動で運ぶってなると物が動きますので、ゴミが発生してしまうと思うんですけども、まあ、弊社の装置では、ゴミを発生させずにクリーン化で搬送することができると、そういった形ですね。はい、で、あちらの光合成ハイスピード RR757 というやつ、はい、これがこの中に入ってるんですか。そうですね、この中に入ってますね。ちょっとこちら説明していただいてもよろしいですか。これ弊社のですね、ロボットの RR757、 これ中がクリーンルームという扱い。そうですね、中がクリーン度が高い形になっていて、はい、上からですね、綺麗な空気、FFU から綺麗な空気が流れていって、その中でウェハを運ぶ形になるんですけども、特にですね、今弊社としてはこの、スマートパージシステムといってですね、N2 をパージしているんですけども、その N2 パージをですね、局所的にしようと、ウェハを持った後に、そのウェハを持った、フィンガーといわれるその手のところですね、はい、手のところで N2 をパージして、全体で使う N2 の量を減らそうということを。 N2 というのは何か。 N2 はですね、窒素で、はい、窒素で、はい、不活性のガスなので、はい、何かしらですね、例えばウェハが酸化したりとかですね、他のものと、化合してしまうのを防ぐために不活性ガスを含むという形ですね。はい、ローズさん、シェアどれぐらいなんですか。シェアはですね、ちょっとですね、いろんなデータがあるので難しいんですけども、国内ではまあトップだと、半導体の中ではトップだと考えてます。なるほど。はい、でこれなんか高速にこう上下にまあ動いてるんで、まあ、まさになんかこう空気でバーッとなんか舞いそうな感じを受けるんですけども、それを改めてどうやって防いでるんでしょう。そうですね、もちろん上からですね、綺麗な空気を出しているというところももちろんあるんですけども、はい、装置として全体の設計で気流がどういうふうに流れるかっていうのを確認して、空気の流れがですね、そのウェハをハンドリングしている面に汚れた空気はいかないような形で設計もさせてもらっていますし、中をですね、空気を陽圧にすることで、外から空気は入ってこないような状態で、はい、搬送させてもらっています。なるほど。質問でですね、はい、ヌイヌイックスさんから、外に飛び出してるけどクリーンなのという。
そこに、まあ、確かに飛び出しているようにも見えますけれども、あ、特にこっちですか、ね、これはですね、はい、今回評価機じゃなくて展示会のためにです、ね、出しているものなので、はい、通常はこちらに他の装置がつく形になります。接続されるそうですね。あ、はい、なるほどなるほど、はい、あくまでも外気とは触れず、ね、クリーンな環境でというところですね。はい、はい、アリー MS0708 さん、ローチェって日本の会社なのか。そうですね、日本の会社で広島県の福山市という名前的にヨーロッパの感じがあるんです、ね。はい、そうですね、弊社の、ローチェという名前はですね、エベレストの横の、山にローチェっていう世界で大きい山があるんですけども、はい、エベレストがまあお客様として、ローチェはお客様を支えるですね、存在としていたいという思いでローチェっていうのがあります。そういうことなんですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、本当に急に申し訳ないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでローチェさん、あ、すみません、1点質問で、マイファビオレットさんから、温度管理はされるんですか。温度管理ですか、はい、どこのですかね、ウェアの温度とかこの中ですかね。あ、中はですね、特に温度は管理はしてないです。はい、お客様の要求があったらそういったこともすることもあると思うんですけど、今普通の通常の装置はしてないですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、失礼しました。はい、はい、ということで、ローチェさん、あ、ありがとうございました。ウエハ搬送ロボットで、高いシェアを持つローチェさん、参りました。はい、ではいろいろ参りたいと思いますが、こちら TDK さんも出展していますね。はい、こちらも半導体業界で高い存在感があるわけなんですが、こちらです。ロボット、ウェハ搬送ロボットに関連してちょっと変わった展示物があります。すみません、テレビ東京なんですけども、はい、はい、あれですね、あれです。なんか面白いこうメッセージがあって、吸っていません、吹いてます。触っていません、浮いてます。これってどういうことなんでしょうか、担当者さん、お話伺いますか。いいですか。はい、はい、まさにこちらですよね。はい、そうですね。どういう、こちら行っていいですか。こちらが今実際にやってるものなんですけども、はい、エアを流すことでこの円筒室部分って呼ばれ、はい、我々が呼んでる部分があるんですけど、その側面からエアが円筒室に沿って、旋回流を起こします。渦を、後ろから空気を出してるわけですね。そうですね、側面からですね、側面から出して渦を作ると、はいはい、渦を、はい、そうすると、はい、竜巻が発生してるのと同じになるので、はいはいはい、中心部分は、圧力が低くなる、負圧が発生するので、物を引き寄せる力が発生する。それによって、ウェハーを引き寄せるんですけども、なるほど、エアー自体はずっと流れてるので、寄せる、引き寄せる力とエアーが反発する力でちょうどいいところで浮いてくれるのを利用して、ウェハー実はこれ浮いてるんですね。はい、竜巻の力を使って、はい、これ浮いてるんですか。浮いてるんです。あ、この端っこは触れてるんですかね。端っこは触れてます、ね、端っこでカチッとしてるんですが、はい、このアーム部分、まあこれ見えんのかな、横から取って、はい、ちょっと肉眼ではなかなか確認できないですが、これは触れてないと。触れてないです。浮いてると。はい、はあ、なるほど。この竜巻でこう浮かせるっていうのは独自、ハーモテックさんの独自の技術。はい、はい、ベルヌーイの原理を利用させていただいて、はい、それを独自に応用して作ってます。これはちょっと特殊用途なんですかね。そうですね、まあ、特殊ウェハって呼ばれる、はい、まあ、薄かったりだとか反りがすごいあるウェハとかに対して、そ、ね、はい、こういうものでも割れずに運ぶことができるというところ。はい、まあ、かなり引き絵のある展示に見えるんですけど、関心どうですか、いかがでしょう、まあ、他社さんの関心は。そうですね、かなり関心をいただいて、いろいろお話をしたりしてますね。はい、はい、ありがとうございます。いろいろと質問がありますが、田中さんからピンポン玉浮かすおもちゃみたいな感じという質問がありますが、あ、そうですね、そんな感じだそうです。こんな感じに似てると思います。はい、なるほど、ありがとうございます。そしてアリ MS0708 さん、ベルヌーイの定理と、ベルヌーイの定理ではあるのか、ベルヌーイの原理、原理ですね、というのを使って、はい、竜巻の原理を使っているということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありました、ありがとうございます。
といった形で、ローテさん、そしてハーモテックさん、はい、ウエハを搬送するそのロボットの技術、ご説明ご紹介しました。こういった本当細かいところでも日本企業の技術が生きているということですね。はい、東京ビッグサイトで開催されております、セミコンジャパン半導体技術の展示会セミコンジャパンの会場からライブ配信でお伝えしております。ぜひともこんな感じでですね、各ブースで質問投げかけるんですけれども、その時に聞いてほしい質問あればどしどしお寄せください。正直半分ぐらい業界関係者が見てるかなっていう感じなので、私よりも鋭い質問バンバンできるかと思いますので、ぜひチャット欄に質問を寄せていただけたらと思います。はい、ロコンさんも出展されていますね。まあ、ロコ装置で有名なロコンさんも出展をされていますが、続いてはこちら行きますか。はい、こちらスクリーンさんですね。スクリーンさん、まあ、正確にはスクリーンセミコンダクターソリューションさんというところで、かなり高いシェアを誇っある分野で高いシェアを誇っているというところなんですけれども、はい、どなたかが担当いただけるとは聞いておりますが、すいません、テレビすみませんですか、あります。はい、ここですね、朝からひっきりなしにものすごい関心が高い、ものすごく来場者が注目している、まあそこニューとかだってありますけど、新製品だということでよろしいでしょうかね。画角的にはこうの方、どっち向きに立ってもいいでしょうか。あ、よろしいですか。あ、はい、少々待ってください。あ、わかりました。1、2分ちょっとお待ちくださいということで、まあ、このスクリーンセミコンダクターソリューションさんは洗浄工程で非常に高いシェアを持っているということで、これ株式相場でもかなり注目されているとさっき豊島さんが言っていました。はい、あと 1、2分でご対応いただけるということで、こちらが新製品ニューと書かれておりますけど、かなり注目されているそうで、はい、ご担当者さんのお話をいただいたらなと思っておりますが、いかがでしょうか。はい、今しばらくお待ちください。はい、ゆゆゆさんからのコメント、就職前、就活前にこの展示会行ってたら人生違ったかもと、コロナでやってなかったかもだけどというようなコメントありますが、まあそうですね、学生さんも、で基本的にこの、展示会ですけど、無料で誰も来れてというところなので、ぜひ明日も開催してますので、はい、関心ある方は来ていただけたらと思います。あ、いや、よろしいですか。はい、じゃあこちらですかね。はい、3400を開発する時代、はい、朝からすごい来場者が注目しているような感じがあるんですけれども、はい、ありがとうございます。まずその前に、スリーさん、どういった会社さんなんでしょうか。あ、そうですね、我々は、このクリーニングシステムということで、主にウエハを洗う洗浄装置の方を、製造販売しております。洗浄というところで、はい、工程でいうと、すみませんね、こういう工程図があるんですけれども、そうですね、まあ、ちょっと簡略化されてるんですが、そうですね、前工程の少々ね、はい、ちょっと簡略化してるところがあるんで、どこかにあるんですか。あ、ちょっとここには、はい、ないんですけども、はい、いろんな工程にですね、洗浄装置というものは入っているんですけども、やはりこのいろんなゴミがついてしまうっていう課題から、いろんな工程に洗浄装置を入れてあげようという背景があります。まあ、半導体っていうのはもう本当細かい一つのチリまでまあ許さないようなところがあるというのを、それを洗い流してくれる。はい、背景としまして、はい、やはり今スマートフォンだったりとかパソコンが高性能化しているっていうものがあるんですけども、半導体も高性能化、微細化が進んでいます。その背景から、やはり洗浄っていうところでゴミをたくさん、小さなゴミを取り除いてあげないといけないという背景から、つまり微細化って
細かい溝とかもあるとい、はい、そうです。本当にもう何ミクロンとかそういうもうナノとかの世界で細かい溝があるので、そこの細かい溝に小さなゴミが入ってしまうと半導体として動かなくなってしまうということがあります。という中で注目を集めているこの新製品、はい、これはどういった特徴があるんですか。はい、今回ですね、我々は、この今年12月7日にニューリリースしました SU3400 万葉式洗浄装置になるんですけれども、前回のモデルからですね、毎時最大1200枚のスループット、そしてフットプリント 30% の削減を実現しております。万葉式というのは1枚1枚洗うという形式で、ただのスクリーンさんはこちらですね、バッチ式と一度にジャボンと洗うやつがスクリーンさん強いというふうに伺ってるんですけれども、そうですね、ただ今回はなぜあえて1枚1枚かなりこう生産性悪そうに聞こえるんですか。そうですね、おっしゃる通りで、ただ今この先ほども申したように微細化っていう背景がありまして、バッチ式ももちろんスループットの点では非常に強い点ではあるんですけども、もっと性能を求めるっていうお客様のご要望から、洗浄能力が高いやはり万葉式っていうのがどん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 売れるようになってきたという背景があります。ちょっと今ですね、こちらの後ろのモニターの音が入ってしまうということで、場所を変えて今いいお話いろいろされたんですけれども、聞こえてなかった方いらっしゃるかな、はい、中でお話しいただく、まあ、同じような、まあ、実際の展示物はないんですね。そうですね、パネルでのということで、実際にはちょっとクリーンルームで使用するので、はい、こういうところで置いてしまうと、もうゴミが装置内に入ってしまうので、実際のものは置いてないんですけども、詳しくはこのようなパネルで紹介させていただきます。ちょっとさっき音がうるさかったので聞こえなかったということのために、もともとスクリーンさんはこのバッチ式という、一度にジャモンと洗えるやつが非常に得意だったと。はい、あと、はい、ちょっと今質問が来ているということで、はい、何でしょうか。センスが洗浄装置、はい、IKIKさんからですね、セメスが洗浄装置強いけど、スクリーンさんの強みってどこでしょうか。そうですね、他社との比較という質問です。そうですね、セメスさんの方がどのようなその高性能かというところは、私たちもちょっと分かってはいないところではあるんですけども、我々の強みはやはり洗浄能力だったりスループットっていうところが大きくなります。具体的なデータ等はちょっと詳細にはお答えできないんですけども、お客さんに評価されているということは、やはり洗浄能力と処理枚数が多いということになっております。ありがとうございます。そして A 日高さんですね、新製品、先ほどあったやつですね、はい、SU3400、はい、一言で言うとどこがすごいですか。そうですね、はい、スループットだと思っております。速さですね、1枚1枚洗うのに速い。そうですね、1枚1枚洗うというよりかは、1時間で処理できる枚数が1200枚、はい、っていうのがもう業界でも最高水準となっております。従来費どれぐらいとか。そうですね、従来費はちょっと詳しくはお話はできませんが、だいたい洗浄能力のこのスループットとフットプリント合わせて 30% は向上しているということになっております。ありがとうございます。コスモスさんからの、質問で、違うかな、なんか円安って追い風ですかというような質問もあるんですけど、ね、難しい質問ですね。ちょっと私の方もちょっとそれはお答えできないかなということで申し訳ございません。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ以上でよろしいですか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今後スプリングよろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。もう一個質問あると、はい、ラジフンさん、どのくらい小さな異物が取れるのですか。そうですね、本当に、数ミクロン、10ミクロン、数ミクロンとかいろいろあると思うんですけど、ここもちょっと詳しくはお話はできないんですけども、はい、もうイメージとしては、はい、簡単にですけども、野球場があると思うんですけど、はい、野球場に髪の毛1本みたいな、もう本当にそんなレベルでの小さなものを取り除くっていう、相当もうすごい技術となっております。すごいところです、はい、なるほど、ということで伝わったんじゃないでしょうかということで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで、スクリーンさんですね、正確にはスクリーンセミコンダクターソリューションズさんに伺いました。はい、で今、1時間ぐらいやってるんですかね。ちょっとバッテリーを交換しなきゃ持たないということで、今ちょっとバッテリーを少し交換させていただきます。ということで1分ぐらいお待ちいただけますでしょうか。はい、カメラのバッテリーと交換します。少々お待ちください。はい、バッテリー復旧しました。どんどん行きたいと思いますが、その前にちょっと忘れてました、フロアディレクターの豊島さんでございます。先週に引き続いて
まあ、人手不足が年末にかけてですね、かなり逼迫化しているということで、普段はキャスターなんですけども、はい、下働きというかフロアディレクターとして、やっていただいております。はい、ではどんどん参りましょう。まだまだ半分もいってないですね。はい、どんどん行きたいと思います。はい、あ、失礼しました、申し訳ないです。はい、はい、はい、東京ビッグサイトで開催されておりますセミコンジャパン半導体の技術展セミコンジャパンからお伝えしておりますが、はい、あちら熊本というバズワードがありますね。これ半導体を語る上で今最もホットなワードはまあ熊本なんじゃないでしょうか。台湾の TSMC が工場を作るということで、もう半導体といえば今もう熊本となってるんですけれども、こちらはどんな会社さんでしょうかということで、失礼します。吉明さん、吉明さん、少々お待ちください。はい、こちらご覧の通り中古機器販売などと書かれているんですけれども、ただ面白い取り組み、超ホットな取り組みを今されているということ。あ、すみません、テレビ東京なんですけど、はい、よろしいですか。はい、はい、まずこちらの会社名はアスカインデックスさんということで、はい、熊本にも拠点がある、はい、そうですね。でどういった会社さんなんでしょうか。もともとはですね、中古装置の買い取り販売っていうのを、もう29年間あそこにあるの中古の、はい、半導体製造装置、そうですね、これを販売している、はい、買い取りと販売をしております、はい、で、その中で、はい、このバンプの試作製膜って書いてあるんですけど、あれも元々は買い取りをしたプロセスなんですけども、そちらの方をただ技術的にかなり技術が高かったのでなくしてしまうのはもったいないということで、で我々アスカインデックスの方でそこを引き継ぎまして、で製造試作のプロセスを継続したといういきさつがございます。という中で、はい、今熊本とありますけれども、はい、この TSMC が来るというタイミングで面白い、はい、タイムリーなことをやられていると。そうですね、もともとその工場が熊本県の水俣市にございまして、はい、で熊本はちょうど今 TSMC さんが来られるということで、はい、かなり半導体の人材が不足しているというのが熊本県のやっぱり課題ということで、はい、我々としてまあ民間企業なんですけど、何かご協力できるところがないかなということで、こういう研修センターというのを今年の6月から立ち上げております。で、はい、で具体的にその半導体 の, まだ携わったことがないような方を本当のシリコンウェア、まあ、クリーンルームに入るところからですね、教育というか、シリコンウェアの取り扱いとかそういうことも教育するというところから始めまして、初めて半導体に携わる人が抵抗感なくこう入っていけるような教育をスタートしておりました。ここで教育を受けた人が、はい、まさに TSMC の工場で働くことになるんじゃないかと。そうですね、そこまで具体的に繋がっているわけではございませんけども、はい、我々としてはそういうふうな期待もしておりますし、あるいは逆に TSMC さんでかなりこう人が偏っていくと逆にこう人が少なくなってくるその辺の方をまた募集するというようなケースもあると思うんですけど、なるほど、もともと中古機器を販売ということで、はい、そもそもこの中古の、はい、半導体製造装置の需要ってそもそも今高いと思うので、そうですね、多分全然売れると思うんですけど、はい、一部は売らずにその研修として使っているということですね。はい、基本的に研修で使うものは優先的に中古装置でも我々使っていいというようなケースで、社長からも指示が出ておりますので、ありがとうございます。はい、ちょっとチャット欄からですね、はい、アリ MS0708 さんからどんな人材が求められていますか。はい、そうですね、やはり半導体というのはやっぱりちょっと特殊というかですね、クリーンルームというところのだから作業をするということで、通常の作業とはちょっと違う環境がございますので、そういうところにやっぱり慣れという問題があると思うんですけど、そういう慣れるという意味でも我々のところでワンクッションを置いていただいて、派遣されるというようなところが必要なんじゃないかなと思います。まず慣れて、その後専門的なところは、はい、また別のところ、はい、そうですね、もう1回で終わりじゃなくてですね、だんだんこうレベルアップしていくようなことが必要なのかなと思います。パチモングッチさんから取り扱いとかの基本的なところからの人材育成かというコメントがあります、はい、まさにその通り、まさにその通りですね、ということですね。はい、で同じく、中古装置っておいくらぐらいなんですか。はい、そうですね、これはもう本当にピリピンからキリまであってですね、最先端のやつだと本当何億とかっていうケースもありますし、はい、
レベルの低いって言ったらあれですけど、かなりあの古いものだとはかなりお安くなっています。で、我々大体2割から新品価格の2割から3割程度ですね。で、あの中古装置を与えて基本的には販売するようなイメージで持っていただければと思います。あと人材育成の件なんですけど、田中さんから人材育成にどれぐらい期間って必要なんですか、はい、そうですね、まず我々がやってるのは3日間コースっていうのをまずやっております。で、実際はそれであの全てあの網羅できるかっていうとまだまだ足りないと思ってますので、さらにその上のコースっていうのをこれから設計していかないといけないなっていうふうには考えています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、今かなりホットなことをやられているアスカインデックスさん、半導体で最も注目が集まる熊本県において人材育成をしている。しかもそれは中古、もともと持っていた中古の製造装置、中古の半導体製造装置を活用して人材育成の研修に使っている。面白い取り組み、そしてすごくタイムリーな取り組みをされている企業を紹介しました。はい、では続いてはどこに行きましょうかね。どこに行きましょうか。あちら、はい、まあ、日本の半導体産業の今後を語る上で、まあ、これは無視できないなというのがこちらですね。こちら、はい、ミニマルファブと、正確にはミニマルファブ推進機構さんというところに来ております。少々お待ちください。あ、テレビ東京なんですけど、はい、はい、原さんかでしょうか。今ですね、どうぞ。はい、はい、こちらミニマルファブ、推進機構ということで、実に多くの日本企業が賛同して、そのミニマルファブという構想を実現しようとして、果たしてまあミニマルファブって何なのかとかも含めてですね、その中心人物は原さんという方にお話を伺うということになっているんですけれども、少々お待ちください。 ありがとうございます。はい、原さんで、はい、はい、こちらお願いいたします。はい、まずそもそもなんですけど、このミニマルファブというのは一体何なんでしょうか。あの超小型の半導体製造システムですね。あの、声聞こえてますか。はい、聞こえてます。はい、あの普通はですね、一つの装置がこんなに大きくて何メートルかける何メートルで、はい、10億円ぐらいですね。はい、で一つの装置で一つの工程なので、洗う工程で10億円、それからあのコーティングしてですね、レジストをコーティングするのにまた10億円で、露光するのに10億円といって、何十種類の装置を買って、それたくさん並びで300台なので、10億円かける300台だから3000億円になっちゃって、それだけで、だから半導体やるって言うと今1兆円とかになっちゃうんですね。すごい金がないとできないと、もう1社でできないから国でみんなでやりましょうってことになってます。それはそれでメガ競争頑張りましょうっていう話なんですが、そうじゃないそのシステムやそうじゃないビジネスがあるでしょうということで、もっと安く皆さんが思った一つ一つのビジネスに対応した製造システム必要だよねって言って、超小型にじゅーっと小さくてこんなになっちゃったと、はあ、これがミニマルファブ。1個人のサイズになっちゃって、でこれ 2,3000 万円ですと、高いじゃないかっていうけど10億円よりは2桁下がってますということですね。ただこれ1個じゃできないんです。1個じゃできない。さっき言ったように製造装置っていうのはそれぞれの種類があって、これ例えばポリシリコンミラープラゼン PCB で、つまりあのこれは膜をつける装置です、はい、それからこっちは加熱装置ですと、あっちも加熱装置ということで、洗う装置だとか一つ一ついる、だからその台数は変わらないんですね。なるほど、ね、だから300台必要かもしれないし、小さな簡単なものだったら十数台できる、トランジスタ作るだけだったら15台できるとか、そんな風なものです。でこれあのこちらですね、あの連なってるこれは、はい、私たちがゼロからスタートして日本のオリジナルでここまで作ってきたんですけども、はい、あのよちよちだよねって最初は、で手で乾燥して手で作りやってたんですけど、それじゃあちょっと今時ねっていうんで、自動搬送装置、装置のをくっつけて隣へどんどん運んでいくという、もうこれ入れると無線で全部パーッとこっちはね運べちゃうという、フルオートの完全フルオートの機械になっています。これが今回のセミコンでの大きな目玉の一つです。
チャット欄からの質問で、なんでこんなに小さくできたのというところが質問。それはね、言い出すとね、はい、3日かかっても言えないぐらい大変なんですが、普通はウェーハーがこのぐらいの大きさで、はい、装置はこのぐらい、容器がこのぐらいで、幅は3メートル、はい、ということで、実は3メートルからか5メートルで、装置、容器がこのぐらいだから、ほとんどがですね、反応容器じゃないんですよ。何があるのかというと、搬送系なんですよ。運んでるところで場所がぶつかっちゃうからって言って、そこは行っちゃいけないよねって言って、大きくなもの。で、我々小さくなったのは、反応炉が30センチ、その半分に搬送系を押し込めたっていう、これは見てもね、ほとんど誰も気がつかないけど、本体よりも小さくするって問題設定、私自身がして、泣きそうになりながら頑張って作って、そしたらできちゃったじゃんって、この箱庭技術の日本人の箱庭技術で完成したということです。で、一つ大きく気になるのが、先ほどもいろんなところを回ってきたんですが、とにかく半導体作るには、環境、クリーンな環境が必要だというところ、クリーンルームですね。クリーンルーム、というところを聞いてるんですけど、これは、これはね、はい、クリーンルームいらなくしちゃったっていう、これが画期的で安くなる。ほう。もう普通の格好でいいよ。なんでかというと、ウェーハーだけ作るものだけきれいであったらいいから、そこだけ容器に入れて、この一部のところだけ局所クリーン化という技術を私は発明しまして、やったので、ね、もうここでできちゃうっていう。これがウェーハー、はい、これがですね、この赤いものの中に小さな1センチのウェーハーが入っている、はい、この中がクリーンルーム。で、このクリーンルームが動いて、これがクリーンルーム。それで入れるときに、そこから宇宙船のドッキングみたいに、外に空気が漏れない、ゴミが入らないようにして、密閉ドッキング、宇宙船と同じなんです。これだから宇宙空間だと思ってた、宇宙空間は真空だけど、ここはですね、汚い空気がいっぱいある。それ、嫌だよねって言うんで、宇宙船ドッキングシステムと同じものを作って、中だけクリーン。っていうことにしたので、クリーンルームいらなくなっちゃったってことです。あ、これ大げさじゃなくて、例えば本当こういう環境でも置いて作れちゃう、うん、はい、今回やってませんけど、セミコン会場でここでトランジスターを作ったことがあって、もう業界人がびっくりしちゃって、なんだクリーンルームいなくてもできるんじゃんっていう宇宙船システム。なるほど、これ日本独自の独自ですものかと思うんですが、ただ本当にこれ実用化大きく展開できるのかという指摘もありますけど、その辺いかがでしょうか。最後に進んで、いや、これはですね、もうすでにいろんなデバイスを作ってる。で、統治官搬送も作りました。もう皆さん質問がなくなってきて、コンサバティブの人たちも、はい、あれもこれもできるのって言って全部クリアしてきちゃって、もう質問がない状態ですと、はい。で、あとは生産性を上げるっていうところで、はい、工場に向かって、あと数年で、今度に。で、今実用化してるかっていうと、装置は売ってるし、試作もなって、試作ビジネスはもやってます。あとは生産工場にするっていうところが我々の宿題で、そこに対して大きなバリアはない。あとは努力を積み重ねるだけ。ってことです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、どうも失礼いたしました。はい、そこで非常に独特な日本にしかない、はい、技術を紹介していきました。実に確か100何十社がこれ協賛して、125社日本企業の、はい、みんなね、まだいけますよ日本も。ということで非常にね、元気になるお話を伺いました。はい、まだまだ大規模化っていうところにはハードルがあると。伺ってはおりますけれども、はい、ただ一つ一つ課題を潰していっているという状況ということで、順調にいっているということでした。はい、じゃあまだまだようやく半分ぐらい行こうと思っているところ行ったかな。はい、ただまだまだあります。はい、今はもう1時半、いや、ちょっとこれはまずいですね。ちょっと一つ一つやはり面白いので深く聞いてしまうんですけれども、ちょっと巻き目に行かないとなかなか終わらないですね。はい、いろいろと、やっぱミニマルファブについて詳しく知りたいというようなコメントが多いですね。ムンムン太郎さん、次回の解説動画これに決定とかって書かれてます。確かに一つ面白いネタかもしれません。はい、ではどんどん参りたいと思いますが、少し時間が押しておりますね。押しておりますが、豊島さん、はい、ちょっと急ぎ目で、はい、歩きたいと思います。すいません、1時半ぐらいには終わろうかなと思ってたんですけど、全然回れておりませんので、はい、引き続き続けますが、すいません、はい、どんどん参り、はい、続いては三菱電機さん行きたいと思います。三菱電機さんに行きたいと思うんですけれども、はい、よろしいですかね。担当者さんが対応いただけるならば、すいません、
すみません、あ、テレビ東京、あ、テレビ東京なんですけど、すみません、よろしいですか。あ、はい、はい、よろしいですかね。こちらマルチワイヤ放電スライス加工機というところですけども、はい、こちら何をする機械なんでしょうか。ですね、半導体 の材料であるウェハーですね、はい、次世代ウェハー、半導体材料といいます、窒化ガリウムとか、はい、炭化ケイ素、はい、そちらの非常に硬い、割れやすい材料で、この電気加工を使うことによってですね、非常に高品質に加工することができるという機械です、ね。なるほど。改めてですけれども、このシリコンカーバイドとか、窒化ガリウムというのはパワー半導体ですね、はい、車とかに搭載されるパワー半導体は、まあ、先ほども動画内でありましたけれども、シリコンじゃなくそもそも材料 この性能を上げていこうというトレンドがあるわけですね。はい、そうですね。でこれですね、もともとこういった、まあ、シリコンと同様こういう棒状のインゴットがあるわけなんですけど、はい、それを薄くこう円盤状にしていく必要があると、はい、でその加工の仕方が非常に特殊だというところですね。これらの2つはめちゃめちゃ硬いの で、 そうです、ね、どうやってこうカットしていくかっていうのが課題の中で、普通はこれどうやってカットしていくか。従来は、はい、鉄のワイヤーにですね、こうダイヤモンドを埋め込ん でそれで機械切りをしていたんですね。糸のこのように機械切りをしていたので、はい、非常にこう表面傷つけてしまうとかですね、はい、切ったその軌跡がこう蛇行してしまうというようなことがあったんですけれども、はい、今回は電気加工ですので、はい、非接触で蛇行することなくですね、切ることができると。で切った表面もですね、非常にダメージが少ないということで、まさにこれですか。そうですね、特にこういうその径が大きくなってくると、はい、こういう形ですね。普通はこうやってギコギコギコとしていくけれども、はい、この放電式は非接触で非接触で非常に高品質に切ることができる。なるほど。すみません、三菱電機さんというと、まあ、個人的な印象なんですけど、レーザーっていう印象があるんですけど、それとは違うんですか。はい、そうですね、レーザーもレーザー加工機というのがあるんですけど、はい、我々は放電加工機というその技術を使って新たな材料を加工していく。放電というのは要はどういうことやってるんですか。1秒間にですね、数千から数万回ぐらい の小さな雷を起こしてですね。小さな雷。はい、局所的に雷を起こして、はい、で表面の金属をこう溶かしながら、はい、加工していくという機械になります。なるほど。チャット欄からですね、田中さん、ウォーター、水で切ると思ってたって書かれてるんですけど、水じゃ切れないですかね。そうですね、水だとやっぱりこの力を与えてしまう、非常に高圧になってしまうので、こういう割れやすい材料に対してはやっぱり非接触 の電気加工が非常に効果があると思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、よろしくね。はい、ありました。すいません、ありがとうございます。はい、といった形で三菱電機さんはですね、まあこれ冒頭から何度か触れてます、パワー半導体という、まあ日本が強い分野において、こっちですね、すいません、日本が強い分野においてのその新素材ですね、窒化ガリウムとかシリコンカーバイドの加工をどうするか。でこれ加工がまあ難しいんですね。なぜならば硬いから。でその加工が難しいからこうコストとかも高くなっているという面があるんですが、今回、三菱電機さんは小さな雷を起こすような方式で非接触でカットしていくという方を提案しているということで、こちらも今後、どんどん応用が広がるんじゃないでしょうか。はい、次に伺うのは熊本県。はい、先ほども触れましたけれど、熊本県さんがこちらに出展しているということで、今どれぐらい熱量があるのか、そして今後課題って何かあるのかというようなことをお聞きできたらなというふうに思います。はい、すみません、テレビ東京、あ、よろしくお願いします。今テレビ東京今ライブ配信してるんですけれども、よろしいでしょうかね。はい、じゃあこちらですかね。こちらですか。ごめんなさい、入っていただいて。はい、今もう半導体といえばもう熊本県というぐらい注目がありがとうございますけれども、どうですか、現場のこの雰囲気というか。そうですね、ありがたいことに日本でかなり注目を集めていただいていると思ってますので、まあ、TSMC さんだけじゃなくていろんな サプライヤーの方にもお集まりいただいているので、県としては大変ありがたいなと思ってます。シリコンアイランド九州ということですけど、昔からこの半導体産業は活発だったんですか。そうですね、私どももう50年ほど前に三菱電機さんがこちらの熊本の方にいらっしゃってからなりまして、もう半世紀ほど半導体というのは熊本県で根付いた産業だと思ってます。なるほど。で、まあ、本当に今地元が盛り上がってるというような報道を、まあ、テレビ東京とかにしてるんですけど、ありがとうございます。ただ
一方でいろいろと課題も見えてきているとは思うんですけど、どういったところが課題でしょうか。そうですね、やはり今後ですね、はい、半導体をしっかりと支えていくような人材をいかにして熊本に集めていくか、それが大きな課題の一つだというふうに思っています。できるだけ、日本あるいは世界から半導体にですね、優秀な人材を集めて、半導体産業全体の底上げを図っていきたいなと思っています。はい、短いでありがとうございました。すいません、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お世話になりました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、いやもうなんか笑顔が語るというかね、いやもう笑顔表情を見ればいかに熊本県が盛り上がっているかというのが伝わるなというふうに思います。はい、こちら日清電機さん、あ、すいません、テレビ東京なんですけども、すいません、よろしくお願いします。何か面白そうな、はい、デバイスがあるんですけれども、あ、これだ、すいません、これでした、これでしたね、すいません、すいません、こちら何でしょうか。こちらですね、洗浄装置の関係で薬液等をこう通す配管用のチューブなんですけど、一般的にはこう帯電したりするとですね、スパークアウトして、まあ、チューブに穴が開いたりするところまで行っちゃうんですが、まあ、私どものチューブの方がですね、電荷をかけた、電荷が入ったようなところをこう逃がしてあげて、帯電防止用のチューブというところでお使いいただいてもらって、全然くっつかないというところですね。はい、どういった素材が使われているんですか。こちらチューブ自体はですね、フッ素樹脂の PTFE もしくは PFA、 こういった材料を使っているものなんですね。で、一般的にはこういった右側の方が、はい、こう電荷を帯びるとですね、静電気でこう粒々が付着するような形になっているんですが、はい、一番左側ですね、こちらの方が弊社のチューブになります。なるほど、はい、でポイントはこの透明でもあるという、中が出てくるところ、おっしゃる通りです、はい、で中の方が視認できるっていうところはですね、視認できるしくっつかないというところはなかなか他社ができない。そうですね、おっしゃる通りです。あ、なるほど、はい、まあ、改めてですが、半導体製造工程のどういったところで使われるんですか。洗浄工程のですね、薬液、超純水であるとかですね、薬液の配管用のチューブになります。はい、まあ、そういう液体が使われるところでは大活躍する。その通りです。引き合いはいかがでしょうか。いや、おかげさまでですね、はいはい、来場者の方々の方から関心持っていただいて、はい、いくつかお引き合いの方いただいているので、はい、ありがとうございます。はい、ありました、すいません、ありがとうございました。ということで、まあ少しニッチなところかもしれませんけども、日清電機さんでしたね。はい、液体が使われるところで大活躍をしているんだというようなお話でした。はい、では続いてですね、はい、どんどん参りたいと思いますが、かなり押していますが、まあネットなので尺の制約はないということで、まあ、気にせず行きましょうかね。はい、あ、そしてはい、来ましたね、 APCS 最初に述べましたけれども、まあ、セミコンと同時開催でアドバンスパッケージング&チップレートサミットということで、まあ、後工程にフォーカスしたサミットが開催され、初開催ということで、特にこのチップレットっていうのが今注目を集めているということで、そのチップレットの開発をしている会社さんにまずお話を伺いたいなと思います。こちら青い電子さんですね。青い電子さんです、お世話になります。すいません、テレビ東京なんですけれども、はい、お世話になります。あ、もうかなり注目ということで、パネルの前で話を聞きたかったんですけれども、かなり込み入っていますね。どうしましょうか。はい、左側にあるチップレットと書かれたものが、まあ、青い電子さんなどが開発されたものだということだと、多分ちょっと前じゃないとなかなか説明って、そうですね、ちょっと難しいですね、説明が。はい、ではちょっと近づけられたらなと思うんですけれども、遅れないように技術開発をしていくようにということで、すみません、テレビ東京です。すみません、お邪魔しております。こちらの前でお話を伺えたらと。あ、チップレット、はい、チップレットの、はい、お話を、まあ、ここから見えますかね。はい、あ、ご説明いただいてもよろしい、どなたにご説明いただけるか、うん、あ、はい、今ライブ配信でやっております。すいません、ご説明をいただける方、はい、あ、いいですか。あ、はい、あ、大変ちょっとすいません、申し訳ないです、大丈夫ですか。先に行くんですか。
客さん優先に、後のタイミングでも来ますので、はい、じゃあ、ちょっと別のとこ、後ほど来ます、はい、ではソニーさん行きましょうか、はい、隣にあります、あでもこちらもやっぱり人気ですね、ソニーセミコンダクタソリューションズさんですね、はい、まあ、ソニーの半導体といえば、まあ、スマホとかに搭載される、まあ、この目ですね、イメージセンサー、これで世界トップシェアということなんですが、はい、ソニーさんもちょっと人気ですね、どうしようかな、ディスコさん行きましょうか、なかなかうまいこと進んでませんけれども、ディスコさんに行きたいなと思います。すいません、テレビ東、あ、すいません、あ、よろしいですか、はい、テレビ東京、まあ、まさにライブ配信をしておりまして、はい、よろしいですかね、はいはい、まず、はい、ディスコさん、まあ、なんか切る、削る、磨く、はい、テクノロジーと書いておりますけれども、はい、どういったところに強いんですか、はい、半導体のウェハーですね、SiC とかシリコンとか、はいはい、そういった結晶材料を切ったり削ったりするような、これが、加工するあの会社になります。これ実際のウェハーをダイシングしたものになります、はい、ダイシングというのは切った、そうですね、はい、四角くチップ状に切り出すという作業、はい、これちょっと、どうですかね、持っていただいて、光、強い光に当てていただくのが一番わかりやすいんですけれども、強い光、はい、透かせていただくのが、透かす、はい、こういう感じですね、ちょっとカメラの方向逆になっちゃいますけど、ほうほうほう、ちゃんと切れてるの分かると思うんですけど、隙間が空いて、はいはい、まあ、こういう加工をする会社ということ、なるほど、そこが一番の強みというところですね、はい、で、一押しの機材からは教えていただきたいんですけども、はい、こちら今回発表の新製品のグラインダーになります。こちらですね、どういったところが特徴になってくるんですか。はい、200ミリのグラインダーになります。で、すみません、後藤さん、あとお願いします、はい、グラインダーというのは、シリコンウェハーを薄く削る装置ですね。これ後工程ですね。後工程の、はい、まあ、これだと載ってないんですけど、はい、ダイシングの前の一番最初に始まる、はい、お四角に切る前 前にウェハーを薄く削るという、薄くするんですね、はい、厚さをなぜ薄くするんですか。まあ、いろいろ理由あるんですが、一番大きな半導体、IC をですね、薄く小さく作る必要があるもので、まあ、それで薄くするということですね、はい、ウェハーのまあ土台っていうのはで後ろから削るんで、裏から削ります、はい、まあ、そこは性能には関係な い、はい、そうですね、単純に薄くするため、はい、小さくするために削るということですね。で、それを実現されたどういったこう技術的ポイントがあったんでしょうか。今回ですね、はい、すいませんタイミングがあるんです、まあ、一番大きいのは従来機に比べて小さくコンパクトにした、まあ、クリーンルームって非常に限られた場所ですので、はいはい、少しでも小さく作って多くの装置を置けるようにしたいというお客様のご要望に応えたという形です。このダイシング等 のシェアってどれぐらいあるんでしょうか。私ども 7,8 割ぐらいという、はい、世界ですか。はい、グローバルシェアです、はい、なぜこの高シェアを維持できているんでしょうか。そうですね、はい、まあ、我々そういう意味では切る削る磨くというその3つの加工に非常にフォーカスして、まあ、そこを突き詰めるようにしているというところが特徴ですね、はい、ですから、まあ、多角化とかではなくて、まあ、そこの3つの技術を追求するということを、まあ、ミッションにしております。はい、質問で、さっきの三菱電機とやってることは一緒と、三菱電機さん言ったんですけど、さっきはインゴットをこう薄くスライスするみたいな、はい、ところだったんですけど、それとは違う、切ると言っても違うわけですね。そうですね、インゴットを薄く、はい、まあ、我々もその分野の、はい、そうあるにはあるんですが、今回は展示はしてない、はい、これ、強みが何のことも四角に切っていくところですね、はい、丸いやつを四角に切っていくところが強いというところですね。はい、わ、はい、かりました。はい、はい、質問以上で大丈夫ですかね。はい、アリ MS0708 さん、世界で8割はすごすぎると、ありがとうございます、はい、率直なコメントがありますけれども、はい、その他何かアピールポイントがありますでしょうか。せっかくいらっしゃるんですいません、いや特にない特にもう十分大丈夫ですか。あ、大丈夫ですかあ、はい、わかりました。はい、すいません、ありがとうございました。すいません、急にありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、世界で8割キープしてますんでね、そんなガツガツというわけでもないということかと思います。はい、じゃあ先ほどチャレンジしました青い電子さん、チップレットテクノロジーと、これが非常に大注目だというところで、
またちょっとチップレット厳しい。じゃあまたぐるっと回ってきてますが、ソニーセミコンダクトソリューションズさんのブースに来ております。はい、イメージセンサー、まあ、目の役割があれですね、スマホのカメラとかに搭載されているイメージセンサーで世界シェアトップというところなんですが、今回展示されて、あ、いいですかお話。あ、はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあちょっとまあ他の方もいらっしゃるんですけども、あ、ね、あの、はい、ちょっと遠目からとかで、はい、あのご説明、ね、はい、IMX990 というあのスワイヤーセンサーを展示させていただいております。あのスワイヤーというのはあのショートウェーブ IR の略で、あの、まあ、約1000から1700ナノの、光の画像、はい、ちょっと多分あのパネルを説明いただけた方が、あ、申し訳ない、大丈夫です、すみません。あ、はい、ね、この、はい、スワイヤーセンサー、まあ、約1000から1700ナノの、光を撮影することができるイメージセンサーになっております。あの弊社の特徴といたしましては2つございまして、1点目がですね、イメージセンサーの画素のピッチを小さくしたことによって高解像度化を実現しております。2点目がですね、従来のスワイヤーセンサーでは1000から1700ナノ付近の、光しか撮影できなかったんですけども、あのいわゆる可視光の400から1700ナノまでですね、ここもカバーする、はい、そうです、おっしゃる通りで、この、まあ、可視光の400から1700ナノまで、まあ、ブロードに対応することができるようになったので、1台のイメージセンサーで、まあ、可視光とスワイヤーセンサーどちらも、まあ、対応ができるというのが弊社の特徴となっています。可視光と非可視光のところ、あ、非可視光のところですね、はい、でここになんかデモンストレーションがあるんですけれども、はい、でこれが、まあ、そのこの半導体のアピールなんですが、これっていうのは半導体製造に活用できるんですよというです、はい、そうですね、あの こちら今シリコンウェハーを撮影してるんですけども、はいはい、シリコンウェハーっていうのがスワイヤー、要は非可視光の領域で、あ、まあ、で今あの、1400ぐらいの1400ナノの光の波長をこう照射して、はい、あの下から照射して、はい、で上からカメラで撮影してます。ほうほう、でシリコンウェハーってそのスワイヤーの光源を当てると透過するという特性があるので、これ今シリコン基板の下側に回路が実装されているんですけども、スワイヤー光源を当てることによって、まあ、裏に回路あるんですね、裏に回路があります、はい、裏に回路があることによって、まあ、このようにですね、あのウェハーの回路が、まあ、パターンが見えるようになるといったところで、まあ、昨今のですね、まあ、デバイス、半導体デバイスっていうのが、まあ、積層型が増えてきているということがあるんですけども、まあ、こういったスワイヤーセンサーを使っていただくと、その積層の際の、まあ、位置合わせだったりとか、あとは血管検査ですね、そういったところで、まあ、不良率っていうのを削減することができると、はい、それに貢献するっていう意味で今回展示をさせていただいております。チャット欄からの質問で、餅月人間さんですかね、CMOS センサーよりすごいのという質問がありまして、まあ、あのソニーさんといえば CMOS、はい、ディメンション社型のイメージセンサーという、まあ、CMOS というイメージなんですけども、はい、それとは違う、そしてそれよりすごいんでしょうか。ですね、CMOS というのはあのデバイスの構造なんですけど、今回のこの990というのも CMOS イメージセンサーになります。何が違うかと言いますと、あのイメージセンサーに使われているフォトダイオードの材料がシリコンから、インガソに変わっているというところですね。その材料をインガソに変えたことによって、そのスワイヤーと言われている1000から1700ナノの光を捉えることができるようになったというものになっています。構造自体は得意の CMOS であることは変わらない、はい、それを、産業分野にも応用していくということですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。あ、すみません、一つ質問、はい、これは新しい検査技術という質問ですか。あの、そうですね、あの昔からスワイヤーというセンサーは あったんですけども、やはり画質とかあの解像度というのが、まあ、こういう半導体系においては足りなかったというのがあるんですね、まあ、やはりどんどん半導体においてあのこういった線幅とかどんどん細くなっていくので、まあ、より解像度が必要になってくるといったところで、解像度をアップと、あの弊社はまあアップすることができたといったところでは新しい技術になっております。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ということでソニーセミコンダクターソリューションズさんの、最新のイメージセンター、産業用ですね、産業用のイメージセンターでございました。はい、3度目の挑戦ということで青井電子さんにまたやってきました。あ、すいません、テレビ東京なんですけど、すいません、
大注目のチップレットを開発されているということで、まずそもそもチップレットなんですか、なかなか難しいと思うんですけど、ご説明いただけますか。はい、チップレットって、まあ、半導体集積回路って、まあ、皆さんイメージされるシリコンのチップの中にすごいたくさんの回路トランジスタが入ってるんですね。今まではそうやってこう作ってたんですね、コンポーネント ABC たくさんの。ところが微細化ってトランジスタがどんどん小さくなって進んでいくと、まあ、その小さくするの悪くなっちゃうこととか、あるいはもうそもそも一緒にこのシリコンチップに乗っけとくのがあんまりそぐわないようなものが出てきて、そういうのを別々のチップで作って、まるであたかまの一つのチップのように、集積して動作させるっていうのが、まあ、チップレット集積技術になります。これが従来で、これがチップレット、チップレット集積ですね。まあ、これ、まあ、青い電子が中心となって、まあ、大学連合ですねを中心に共同開発30社ぐらい参加してますけど、そこで開発した技術になります。なるほど。まあ、これ要は、まあ、例えばこのコンポーネント B というところ、例えば高性能の半導体が必要な、はい、画像処理を行うところは、例えば B とかですね、ここだけ微細化の超最先端を使って他は普通の技術を使ってっていうようなことを一緒に一つにできるという、従来のものは別にここ微細化必要ないのに全部微細化をする必要があって、はい、コストもバカ高くなってたけれども、 そういうことがなくなると必要なところだけ最先端の技術を適用する、はい、でいろんなチップをまあ組み合わせて、で、まあ、この技術の特徴というのは、普通はですね、そういういろんなあのチップを接続するのにですね、インターポーザーというすごく高いあの、まあ、配線基板ですね、そういうのがすごく高価な、それが必要だったんですけど、これはチップレベルでもう全部一緒に結合させてしまうというのが一番特徴です。だからもうコスト低下のように、そうですね、で非常に出来上がったものは、まあまあ普通のシリコンの銀色のチップとはちょっと違うんですけど、まあ、まるであったかも一つのチップのように、要するにチップで半導体集積回路の集積回路みたいなイメージで使えるイメージですね、はい、でこのチップレットっていうのは非常にこう日本企業が今後伸びていく、なんかこう得意な領域でどん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 活躍の場を広げられるというような報道がありますけれども、そうですね、とにかく材料メーカーとか装置メーカーが非常に揃ってて、まあ、樹脂材料とかたくさん使いますし、いろんな、それ以外の材料を、あと非常にまあ、面倒くさいっちゃあれですけどね、工程がシンプルじゃないんですね。前工程って要するに精膜してパターニングして削ってっていうのを繰り返すだけなんですけど、そういうのに比べると非常に複雑なものが必要なんですけど、そういう装置作るメーカーも多いというところで非常に恵まれた環境にあります。で、まあ、一応お客さんも小さいながらも国内にも一応あるということで、バリューチェーン型でこういうコンソーシアムが形成できる。コンソーシアム、まあ、はい、大学もあれば企業さんもあるという形で、そういう感じですね、はい、なるほど。今のところうまいこと言ってますけど、そうですね、とにかく、ね、特徴がシンプルで汎用性が高いんで、すごいスケーラブルにできると。例えば接続の密を高めたりしたり、あるいは製造のフォーマットを、普通はやっぱりウェハーとかちっちゃいやつやるんですけど、それを大きなパネルですねでやるっていうのもできるというのが特徴になります、はい。ちょっと1点質問で、はい、パソコンパスさん、世代の古い製造装置も活用できるということを意味するのでしょうか。ですね、そこちょっと難しくてですね、はい、できる場合とできない場合、やっぱりチップレットやっぱりその接続密度を非常に高くしなくちゃいけないんで、やっぱりそういうところに対応した高精度な接続装置だとか、あるいはこういう一体化するような風刺する装置はやっぱり先端のものが必要になりますね。なるほど。まあ工程によってはそういうのを使える場合もあるとは思います。はい、ありがとう。1点また追加でちょっと名前が読めないんですけれども、微細化しない部分があることによる製造工程が増えたりしないのでしょうか。チップを集積するという工程が一つまず増えます。そうですね、だからそれのメリットデメリットのバランスで、今はちょうど要するに5ナノメートル切ったあたりから急に増えてきた、要するにたとえこういうチップレット集積という面倒くさい工程が入ってでも、こういう構造を取る方がメリットが高いと
性能も上がるしコストも下がるということで使われ始めているというところですね。はい、一つの選択肢として上がってきた技術ですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。以上、チップレットという今かなりホットな分野について開発している青井電子さんのブースでした。はい、ということで、まあ、本当にこれ、まあ、後工程でそもそもまあ日本企業が強いと、まあ、なぜならばそういったの材料メーカーが揃っているというところなので、後工程というのが強いんですが、その後工程の中で出てきた新しいチップレットというトレンドでも日本企業はかなり活躍して、かなりまあゲームチェンジャーみたいになるんじゃないかというような、話も出てきています。はい、さあ THK さん来ました。まあ、かっこいいロボットがいっぱいありますね。はい、まあ、これ半導体用だけではないとは思うんですけども、さまざまな生産ラインで活用されているロボットたくさん展示されてますね。はい、ちょっと時間がないんであまり触れられないんですが、ちょっともし担当者、はい、テレビ東京です。中川から伺っております。少々お待ちいただけますか。お願いします。はい、ということですね、一つだけ、どれぐらい一つだけもう見てすぐすごいなっていうのが分かるやつですね、ご紹介いただけたらというふうに思っております。はい、こちら THK さんの、はい、まあいろいろと面白い俊敏ですね。俊敏ですね。あ、エアか、まあ、リニアでも大丈夫です。いいですね。はい、はい、あ、違うんですね。特にあれですね、あのめちゃめちゃ速い、あ、はいはいはい、あれを、はい、THK さんのブースに、あ、よろしいですか。はい、こんにちは。はい、そもそも簡単に THK さんってどういった会社さんでしょうか。はい、あの直動システムといいまして、このように直線運動を案内する、はい、機体予測部品メーカーです。でこれめちゃめちゃ速いっていうのはもう一目で分かるんですけども、はい、やっぱりこう速さが売りなんですよ。はい、まあ、毎秒15メートルという速さ。15、はい、従来比何倍ぐらい。5倍以上。5倍以上、はい、これ何を運ぶんですか。今高速搬送ということが、はい、歌われてますので、それに対応するような装置になります。ちょっと前でご説明いただけたらと思います。これは半導体の分野でも活用が期待されるんですか。はい、期待されると思います。まだこの速度が出せる装置がないのですけれども、この速度が出せる LM ガイドがありますので、もっと低い速度で使っていただければ安心して使っていただけるという。なるほど。この速さはさすがになんかいろいろと支障があるレベルなんですけど、あの例えばドライビングシミュレーターとかこういう速さで使われることがあります。これを半導体製造装置などにも使っていただきたくて、展示をしています。関心のほどはいかがですか。非常に高いです。やはり早くて皆さんびっくりされるので。早いですね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、はい、もう一目で凄さが分かる超高速搬送機械でございました。はい、はい、あの空気は下が止まるんですね。はい、ではそろそろ佳境というか、あとまあ何社でしょうかね、4社ぐらいでしょうか。はい、ご紹介できたらなと思います。こちらは朝日ダイヤモンド、はい、アドバンテストさんも、こちらも世界的なメーカーですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらをくねくねと曲がっていきましょうかね。すいません、かなり予定よりも長くなっちゃっているんですけれども、はい、いや、もう2時間超えちゃってますね。いや、1時間半ぐらいで収まるかなとは思っていたんですが、まあ、面白いんだね、今年ですね。時間がかかってしまう。あ、でもちょっと先に言っといていただきたい。はい、続いてはキャノンさんに参りたいなと思います。こちらもですね、本当半導体の製造プロセス大きく変えるんじゃないかと言われている、期待されている技術があるということで、
キャノンさんのブースに今向かっております。また東京エレクトロンさん、ここにもブースが、ここも別に装置置いてないんですけども、商談がすごい発見です。さすがということですが、はい、そうこうしているうちにキャノンさんのブースに来ました。キャノンさんのブースに来ました。はい、お話伺えそうでしょうか、どうでしょうか。あ、めちゃめちゃ人気ですね。はい、すいません、テレビ東京です。かなりの人だかりとなっているあのナノインプリントのご説明をいただきたいところなんです。あっと大丈夫なんですか、すいません、ちょっとね、皆さんを押しのけるようで非常に申し訳ないんですけども、いいですかね。はい、まあ、これ一押しというふうに伺ってるんですけども、一押し、はい、はい、まずナノインプリントというのは、はい、そもそも何なのかというのを教えていただけますか。はい、こちらのセンターパッケージのエリアなんですけども、はい、こちら最先端 の微細化路線の方 の、 パターニングツールを出させてもらってます。パターニングツール、で、露光装置に変わるものですね、はい、でマスクのパターンをこれまで の、 露光装置ですと、レンズを返して上端にこれですね、こう焼き付けていたんですけれども、レンズを返してこう縮小、はい、縮小露光をして、露光してたわけですね、はい、でやはり10ナノ台になりますと、もうそれがもう限界に来ているといったことで、何回も繰り返して細い線を作らなければいけないというような時代になってきました。で、もう考え方を変えて、こうマスクがちゃんとできるんであれば、はい、もう直接ですね、上端に、まあ、反光の原理ですね、はい、を使ってもう微細な回路を直接形成してしまおうというものがナノインプリントの原理になります。反光で押して、はい、で光は使わず反光剤を塗ってあって、はい、それはまあ自分で塗るんですけれども、マスクを押し付けて形を作って紫外線を当てると、まあ、反光を取るとですね、微細なパターンが出来上がるというものになります。これどういうその、まあ、露光装置を置き換えるということかと思うんですけれども、そうですね、どういうメリットになってくるんですか。まあ、先ほども言いましたけれども、その細い線をですね、何回も繰り返して露光しなければいけないとか、はい、あとは最先端の EUV の露光装置もありますけれども、うん、はい、そちらもなかなかギリギリのパターニングをやっているので、はい、パターンがこう質がですね、良くないというのもありますので、それをですね、まず1回のパターンでできちゃうというのと、パターンの忠実性がとてもいいというのが、ナノインプリントの特徴になります。この前工程っていうのはですね、はい、とにかく繰り返すっていうことを聞いてるんですけど、これが1回で済んじゃうんですか。1回です、1回で済んじゃう。例えば4回工程を繰り返して細い線を 作っていたものを1回の細いマスクでですね、やってしまえばできるといったことで、工程の短縮につながったり、コストダウンにつながるというところがお客さんのメリットです。ここ環境省と書かれてますが、環境性能もいい。そうですね、まあ、例えば、まあ、UV 露光とか電力をなかなか使えますし、やっぱり繰り返し露光が多くなったりしますと、まあ、1回でやることでその分削減できるといったメリットがあります。まあ、あとはですね、通常パターニングっていうところは平面的なパターンが多いんですけど、マスクに、まあ、例えばですね、まあ、こういう立体的な形状で作ってあげると、まあ、それをこうハンコというかですね、型のように使えるので、こういう立体的なその 3D パターンと言ってますけど、立体的なパターンが1回でできるというメリットです。はあ、でこれ現状どこまで応用が進んでるんですか、ね、実際にこれで作られた半導体って我々の手元に来てるんですか、ね、まだそこまでは行ってませんで、正直、まあ、お客さん先で今試してもらっているところになりまして、かなりそこがいい線まで来ています。これ東芝メモリー、まあ、今の記憶者だと思うんですけど、ね、記憶者さんと一緒にやってらっしゃる。記憶者さんとは一緒にやってますし、あとは、まあ、ロジックに関しては三相研さんともですね、そのロジックの配線も結構細かい領域に来ているので、こういったところがその何回も繰り返しやらなくても1回で済むようになると工程削減になるというところがメリットを感じていただいています。という中で、はい、今課題ってのはどういうところなんですか。課題はやっぱり、まあ、直接こう貼り付けますから、はい、まあ、ちょっとしたゴミでもやはり ゴミ異物ですね、異物とか欠陥になりますから、そこをクリアにしていかなきゃいけない。でそれはもうかなりですね、もう完成度の高いところになってきますので、はい、期待していただきたいなというふうに思っております。なるほどですね、はい、でその、まあ、微細化に適しているということですけれども、どこのレベルのナノメートルまで、ですね、10ナノ台のパターンというのが基本的に2ナノメーターと言われているところ3ナノ、2ナノというところ の改造領域ですので、はい、その領域を狙っていけると思っています。
けるんですか。はい、だからまだ実績はこれからやはり、ね、作っていかなきゃいけないと思うんですけども、十分ポテンシャルがあると思ってます。なるほど。まあ、このナノインプリントというのは、まあ、構想自体はまあそんな 最近のものではないと、昔からあるようなところかと思うんですよ、はいはい、そしていろんな企業がこう破れてきたようなところかと思うんですけれども、はい、キヤノンさんはどういったところでこう今多分世界トップレベルとだと思うんですけれども、なぜそういった技術を。やはりあの時間はかかってます、はいはい、もう10年以上かかってますので、その間に先ほど申しましたそのクリーン化の技術だとか、まあマスクの技術もありますし、はい、そういったところを、まあ課題を解決してここに至るという感じですね、はい、でもちろんあの露光装置の技術ももちろん長年の技術がありますので、そこを応用してしっかり作ってきたということで、まあ、その露光装置の、まあ、超最先端の EUV の部門では、まあ、これオランダの ASM さんがまあ独占状ということで、はい、おそらくまあ悔しい思いをされているところがあると思うんですが、そういったところと張り合えるような技術になるかもしれないということなんですね。そうですね、まあ、EUV は EUV でやはりソリューションだと思いますので、真っ向からねそこは張り合うというつもりはなくて、はい、やはり適材適所でその役割のところもあると思いますので、しっかりお使いいただけるといいなというふうに思っております。なるほど。パソコンパスさんから信じられないというコメントがあるんですけど、信じられない、こんなすごすぎて信じられないみたいなコメントがあるんですけども、まあでも今実際に記憶者さんとも一緒になって実際に、まあ、今テスト段階なんですね。そうですね、テスト段階ですね、はいはい、実際 の量産に向けたそういうやっぱりボリュームを流していきながらこういろいろ課題を潰していくというようなことを やってくれていると思います。そうです。最後にこれは何ですか。これはですね、はい、その半導体以外にもこういう微細光学素子とありますけれども、そのやっぱり細かな光学素子にも使えるだろうと、非半導体領域ですね。なるほど。で、まあ、こういうコンピュータージェネレートホルグラムといってですね、まあ、こういう微細なパターンだと、まあ、光をこう自在に任意なところに曲げられるんですね。これまさにいろんな RGB というか、そうですね、これが、まあ、RGBのいろんなこうパターンがありましてですね、はい、まあ、キラキラ見えるんですけども、はい、光の向きをコントロールできたりするので、これも社内でいろいろ検討してみたりもして、これも1回のハンコでドンと、これ1回のハンコでドンとできたりします。なるほどですね。ということでいろいろと D ラムだったり、ね、ロジックだったりこういった光学素子だったり、はい、応用先が広がるんじゃないかと思いますね、期待してますので、はい、ぜひ皆さんに使っていただけたらと思います。関心いかがですか。はい、企業の関心。いや、もうそうですね、パッケージの領域ですが一番ここの領域がですね、皆さん関心いただいてまして、ありがたい限りでございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上キヤノンさんでした。ナノインプリントと、もう一個質問。質問何、プライスの価格のアドバンテージはありますか。すいません、すいません、1点だけ追加で質問の、はい、はい、追加。価格のアドバンテージはありますかと。価格のアドバンテージは、はい、まあそれは、はい、十分あると思っています。なるほど。まあ何回も繰り返すやつを1回で済むからという、そうですね、ですかね、はい、で本体自体もなるべく廉価に抑えて作るようにやっていますので、なるほど、はい、分かりました。それから勉強させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ナノインプリントで、トップを走るキヤノンさんでした。はい、こちらもですね、まあ相当難易度は高いと思うんですけれども、実現すると本当に大きく世界が変わるかもしれないというような技術でございましたと。はい、続いて何か面白そうな展示が、あ、これですね、これ。トシコさん、トシコさん。はい、動いてますかね。あ、ちょっと、あ、動いてる。はい。あ、すみません、テレビ東京なんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい。はい、こちら、どういった展示物なんでしょうか。私どもは表面処理を専業にやってるメーカーなんですけども、特に半導体の工程において、最近ではいわゆる粘着テープだとか、接着剤とか、そういったものを対応されるところにおいて、その粘着物がくっつかない処理っていうことを私どもは専業でやっておりまして、特に物がくっつきづらいというとフライパンなんかに代表されるようなテフロンコーティングというんでしょうかね、フッ素ですね、はい、はい、が一般的なんですけども、はい、やっぱりテフロンでもこうくっついちゃうものいろいろございまして、ここまでの粘着性のあるものだとこっちが、まあ、テフロンコーティングで、はい、こっちが私どものトシカルコーティングという、まあ、独特の加工なんですけども、これブチルゴムという、まあ、接着剤なんですが、これが、まあ、全然くっつかないというのを
表した絵というんでしょうか、装置というんでしょうか。これが半導体の製造工程においてどういったところで、まあ、これは全然もうくっつかないという強力なイメージをちょっと見ていただいて、はい、で他に粘着テープとかそういったものが貼り付かないというのは、まあ、こちらなんかの方では外心とかのダイシングテーブルとかっていうやつですね。これがウェーハーを模したものです。これがウェーハーですね、はい、でウェーハーにこの保護フィルムを貼りたいわけですけども、はい、こういった粘着性のあるテープを、はい、貼り付けてウェーハーには貼りたいんだけども、はい、ウェーハーを貼る装置の自己具にはくっつけたくないんですよ、はい、なるほどなるほど。でこれがここに使われてるんですか。そうですね、ここにコーティングしてあります。だからもう全然貼り付かないんで、これああ粘着性がありますが、ちょっと剥がしていいですか。確かに何の引っかかりもなく剥がれますね。あでここだけくっついてますね、はい、上刃の部分、はい、なるほどなるほど。こういうあの半導体の製造装置のテーブルであるとか、それから吸着テーブルっていうんでしょうかね、それからワイヤーボンディングの装置のところとか、そんなところにかなり使っていただいておるようで。これどういうメカニズムなんですか。これ一応私どものパテントを取ってたんですけども、もともとはちょっと表面わざとザラザラさせてるんですが、これですかね。そうですね、はい、ザラザラにまあさせることによって、まず、相手材と その接触面積の低減効果っていうのが得られるのと、さらにそのザラザラのところに利点性の高いコーティング層、まあ、高分子ポリマーのようなものを塗るんですけども、その相乗効果でもって、これだけの効果を発揮すると。ただザラザラにさせるだけだとやっぱりくっついちゃいますし、あの平たいコーティングの膜だけだというのも、くっついちゃいますし、そのこれだけの、ま、あの相乗効果でもってくっつかないという効果を醸し出しているという。関心のほどいかがでしょうか、他社さん。結構ご引き合いの方、まあ、名刺を今のところいっぱいいただいてるんですけどもこの2日間で一応まあ80枚ほどの名刺を頂戴したい、いろいろご引き合いの話をいただいております。質問で、はい、手で手で思いっきりグリグリやってもくっつかないんですかと、はい、そうですね、やってみてください。やってもいいですか。ちょっといいですか。これ一般的な粘着テープ、はい、OTT 粘着テープってこれ何も普通の何もしてない。私やっていいですか、はい、でやってみてください。ですね、あもうめちゃめちゃきついです。あ確かにもうすごい。これ一般的なテフロンコーティング、フッ素、一般にくっつかないと言われてる、はい、あ全然くっついちゃいますね。全然くっつきます。これでも私どもの処理、これは2つとも、はい、あもう全然くっつかないです。こちらも、はい、こっちザラザラ感あんまないですが、そうですね、はい、あ全然くっつかないですね。なるほど。これあんまザラザラじゃないのにコーティングの効果で、微妙にミクロンの単位でいうと細かい均一な音と実はつけてる。はあ、なるほどですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ということで、としこさんということで、特殊なコーティング技術を持って、テープもくっつかない。で、これが半導体の製造工程でも活躍していると。へーっていうお話でした。という、本当細かいところでの日本企業の技術が活躍していると。本当。まあ、こういう展示会来ないとなかなか気づかないですね、一般の人にとっては。はい。じゃあ、ちょっと最後ですね。はい、先導役の豊島さんがちょっと前に今一瞬なりかけましたが、はい、最後こちらもチップレットということで、あ、いらっしゃっていらっしゃって、よろしくお願いします。はい、あちらですね、はい、こちらも、まあ、今回の展示会の注目のチップレットの、まあ、ソリューションを提供しているということで、ちょっと見やすい位置に行けたらなというふうに思うんですけれども、こちらですね、はい、まあ、先ほど青い電子さんのところで、まあ、チップレットとは何ぞやみたいなところを説明いただいたんですが、住友ベークライトさん、まあ、素材メーカーだと思うんですけども、はい、もチップレットに参加しているということですね。どういったところで使われているんですか。従来ですね、こういった強ギャップのものですと液状品が使われたんですけども、そこに対してこういった下流のものでできる、そういったところアドバンテージになります。そもそも住友ベークライトさん、この黒いやつっていうのは、はい、まあ、風刺材ということで、はい、まあ、絶縁、はい、絶縁の性能が求められるということで、これが、まあ、いわゆるチップレットの構造で、これ黒いところですか。そうですね、はい、こちらのファーストモールドと書いてるところとセカンドモールドと書いてるところです。改めて強ギャップというのは狭いところにこれが入っていくと、そうですね、で固まると充填されて、はい、改めてですが、何がすごいんでしょうか、こちらの素材は。はい、従来ですと、はい、液状
ってですね、入れるところをこれで圧縮成形でですね、空襲しているとなります。で従来ここのこれピラーサイズなんですけども5ミクロンですけども、従来もっと大きいサイズでしかできなかったものを小さくしたという形になります。なるほど。従来のがどれぐらい小さくなった、粒子が小さいのか、ね、そうですね、こちらのフィラーサイズの粒子が小さくなった。だからこそこういうあチップレットという構造はすごく狭くなるんだけれども、そこに入り込めてしっかり封止できるというところがポイントなんですね、はい、まあ、それだけじゃなくてこのどうしてもこういったウェハー状は反りますので、それを反りを抑えると、そういった技術も持ち合わせています。はい、でまあ、さっき青井電子さんのところで、まあ、チップレットというのは非常に日本の強みがありますよね、はい、まあ、なぜかというと、まあ、素材メーカーさんが強くて、でそれと一緒になってやっていくんだというところがおっしゃってるんですけれども、はいはい、住友ベークレーさんもそのチップレットのなんかこの団体みたいなのが入ってらっしゃる。そうですね、こちら書いてもチップレットインテグレーションプラットフォーム、こちらが、はい、我々のチップレットのコンソーシアムのロゴになりまして、はい、我々あるいは装置メーカーさんですとか、そういったメーカーさんが協業して、はい、まあ、日本初という形でやっています。なるほど。まあ、この多くの企業が集まって一つのことをやろうとするっていうのは、はい、まあ、過去にもいろいろあって、ただうまいこといかないこともあると思うんですけども、はい、今のところいかがでしょうか、そうした取り組み。今のところの立ち上げとしては非常に順調に来ているのかなと思います、はい、まあ、東工大さんのこういった技術が従来のものに比べてより簡素にできるといったところでご興味をかなりいただいていると言ってますので、まあ、そういったところで、まあ、従来は先ほど繰り返しになりますが、液状のものから下流のものにできると、で下流のものになるとやっぱコスト的にもメリットもありますし、従来液状のものは小スペースでしか充填できなかったものがこういった大スペースでできます、はい、であとは生産性ですね、液状のものを硬化するにはかなりの時間がかかるんですけども、こういった我々の下流ですとこういう3分の1ぐらいの時間で成形できますので、プロダクト生産サイクルも上がるという形になります。まあ、やっぱりチップレットという、まあ、コンセプトがあって、はい、ただやっぱりこういう細かいところを実現する材料メーカーの力がないとなかなか実現はいかないところなんですかね。 はい、そこではまさに活躍されている。はい、構想段階からやっぱり入り込むということが、はい、まあ、事前にこうニーズをキャッチしてそれに応じた材料を作るということが大事になります。なるほど。まあ、このチップレットはこの日本の半導体業界も盛り上がるきっかけになるんじゃないかとも言われてますけれども、いかがでしょうか、今後の期待は。そこはもちろん我々もそう期待してます、ね、はい、やっぱり材料メーカーは日本強いと思いますので、はい、我々は引っ張っていかないといけないと思ってますありがとうございます。質問は大丈夫かな、大丈夫ですか、ね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いったところでありがとうございました。はい、チップレットを実現するための、まあ、一つの重要なパーツを担っている、住友ベークライトさんのご紹介でした。ということで、はい、長々とご覧いただきありがとうございました。2時間半にも及ぶライブ配信でしたけれども、はい、すいません、最後何言うか全く考えてなかったんですけれども、まあ、はい、まあ、本当最初にも申し上げた通りですね、まあ、日本の半導体産業、まあ、凋落の一途をたどっていた中で、まあ、ラピダスという新会社の発表もありました通り、非常に注目度が高まっている、まあ、空前の注目度と言ってもおかしくないと思います。そしてですね、チップレットだったりですね、ミニマルファブだったり、そしてナノインプリントだったりで、非常に日本の特徴が活かせる、日本が非常に強い分野もあるということで、まあ、そういった期待感も感じられたんじゃないでしょうか。ただやはりこの半導体の業界で勝っていくためには多額の投資をするお金、そしてまあその勇気というか決断も必要になってきます。そして国同士の戦いということにもなってますので、果たして日本が国としてこの半導体をどうやって守っていくかというその意義というか覚悟も必要になっていくということで、果たして今後、まあ、半導体業界どのように進展していくのか、まあ、今後もお伝えできればなというふうに思っております。ものづくり太郎さんとのコラボは実現しなかった。ものづくり太郎さん、会いたかったですけどね、ちょっとね会えなかったですね。 また今度なんか呼べたらなと思っております。来てくれるかわからないですけどね。はい、ということで、はい、チャット欄とか特段最後質問は大丈夫でしょうか。はい、お疲れ様でしたということでありがとうございました。はい、以上とさせていただけたらと思います。まあ、今この、まあ、2週にわたってですね、展示会からのライブ、まあ、いろんな意味を込めたトライアルとしてやってますんで、なんかまあフィードバックチャット欄とかでコメント欄とかでいただけたらというふうに思っております。はい、2時間半にわたってご視聴いただきありがとうございました。これまあ普通にアーカイブでも見れますんでね、はい、振り返ってみていただけたらと思います。以上ライブ配信でした。ありがとうございました。